はいえー、本日は無料公開講座で民法の担保物件のね重要事項を、えー、勉強していくということでやっていきます。どうぞよろしくお願いします。でちょうど今日はあのまあ平成二十八年の六月で試験試験がね終わってまだそんなに時間が経ってない時なんですけれどもまあちょうど今年の試験を受けられた方はまあなかなかねこう勉強に身が入らない時期なんだと思います。ただまあそれでも、えー、この時期ねあのコツコツまあガリ勉しろとは言いませんよどうせガリ勉しろって,て,てできる人はいないと思いますからこの時期ね試験終わった直後の人はねでもまあなんかコツコツねあのこう勉強継続する 癖をつけておくと受かったあと、ね、司法収集入った時にまず役に立ちますからねあの2回試験は結構大変ですよ、まずあの結論から言うとね科目はあの司法試験と比べたらだいぶ少ないですけれども例えばその民法とか、えー、あの民事訴訟法とかなんかは司法試験に合格するよりもはるかにあのレベルの高い <laughs> あの力要求されますので結構2回試験落ちる方もあのほらいるじゃないですか、あれはやっぱり、ね、あのそういうもんなんです、あのもう舐めてると本当にまずいんで、ね、だからこの時期、コツコツ勉強するのはすごい大事なのかと思いますね。ねあと万が一今年の司法試験に落ち,ちゃったと してもこの時期ちょこちょこやってればそれはあの翌年以降にまた生きてきますしねまあそういう感じであのこうねうまく無料公開講座等を利用してあの勉強してもらえればと思いますじゃあ本日私のこのレジュメですけれども民法担保物件のね重要事項という形でまず。 1>, えー、1ページ目のところですね、ぱ、えっ、ー、と開いてもらうと1ページ目のところですけれども、えー、このテキストはあの重,要ら重要度に応じて、ね、あの記号がついております、まあ、あの黒丸のところが一番大事で、その後とひし形三角って形になってまして、基本的にこの黒塗りのね、えー 丸と七と三角のところは論文でまああの規範あるいは要件としてえ書くようなところですからちゃんと理解してね記憶をしておいてもらいたいところになりますね。でその後と、ね、白抜きの、ねえー、白丸、し形三角ここのところはまああの読んでこう理解しておいてもらえれば論文書くときに役に立ったり担当をね解くときにこう役に立ったりするようなものなんで、まあ、復習するときはさーっとそこのところは、ねえー、こう読んでまあこんなことが書いてあるんだなって形で分かってもらえればいいんじゃないかと思いますね。まあ、そういうういい感じででやっていきまましょうではえ今度3ページのところになります 第5章というところで定当権というところですけれども、ま,あ、まず、ね、この縦位置のところの矢印のところで、定当権のこうイメージをしっかりと持っておきましょう、定当権というのは、ね、債務者や第三者が、ね、専用移転しないで担保に供した不動産などから、ね、他の債権者に先立って、まあ、いわゆる優先弁済、担保物件の,、ねえー、まあこの機能の一つですけれども、この優先弁済を、ね、受けられるような、そういう権利ですね、そういう担保物件を定当権だというふうに言います。でえー 正当権者っていうのはあの要は留置権とかね試験とかと違ってその目的物の専用を把握しないでその担保価値だけをですね把握していくっていうところにまあ特徴がありますまあゆえにまあいろいろこれが論点になるんですよ定当権者っていうのは目的物の専用に関われないゆえにね例えばその定当権に基づく妨害排除請求権みたいなものはできないんじゃないかとかそういう形で問題の取材になってくるんですただまあ判例はね一定の要件ちょっと要件をねあの普通に所有権に基づく妨害排除請求権をする時よりは若干要件過重するんですけども一定の例外のもとにですね妨害排除請求 権とその要は、定当権者に、ね、目的物の占有のに干渉する権利を、ねえー、与えていくようなこともありますねこれはまた後でやっていきましょう、それから担当でよく出るんですけどこの、ね、矢印の下のポッチのところです、定当権を設定できる要は対象、ね、要は目的物は、まあ、不動産というのが典型ですけれども他にも地上権栄光削圏、作権ねえー、こういうのをよくなんか担当に出るところでありますね。 で、えー、そのね条文の下のところですけれども、えー、定答権の設定契約ね、えー、というのはね、ね、まあ、まず、脱税契約です、要は用物契約ではありません。あの消費対策とかねあの 使用対策なんかは用物契約という,ふうに言われてますけれどが、まあ、そういうものではなくて、学生契約なんでまあ、お互いの合意で基本的にはその定等権の設定をすることが可能になりますただしあの物件契約という,ふうに言われておりまして定等権を設定するにあたってはその目的物の所有者じゃなければいけないんですよじゃないとあの所有権がない人が、ね、定等当権設定するとっ,っても結局、無権利者が勝手にこうやってることになっちゃうからねある意味、他人物売買みたいなことをその定等権の設定でやっちゃってるような形になるのでその物件的には効力が生じません。でででですすので、まあ、学生契約ではあるんですけど物件契約 というところをまあ抑えておくことが必要になります。で、こういう理解があると、定当権の要件っていうのがちゃんと理解できるんですね。それがこの下のところです。定当権の成立要件です。で、私のこの今日のね無料公開講座のレジュメは第五章定当権から始まっちゃってるんですけど、まあ実は第一章担保物件の編の第一章のところからちゃんとね、えー、担保物件のこういろいろ機能のところをまあ、えー、勉強してきてるんですけど、一つ不自由性というものがありますね。えー、その担保物件というのは非担保債権がね、えー、なければ、えー、その成立しないんだというような不自由性が あるんですけれどもまず、その不自由性の観点から、帝当権の成立要件のまず1です、えー、非担保債権の存在ね、えー、ということで、具体的には、非担保債権の発生現実 何かを言ってくることになりますね。まあそれはあの消費貸借契約に基づく貸金返還請求権であったり、あるいは売買契約に基づく代金の支払い請求権であったり、まあいろいろね、えー、ケースバイケースになりますけれども、そのとにかくこの債権のね、えー、非担保債権の発生原因事実を具体的に言ってことになっていきます。それからその丸二のところ、これはあの定当権の設定契約ねその上に言った通りのところね、脱税契約だというところで定当権の設定契約が要件になります。それから丸三としまして先ほど言いました通りその物件契約ですから、その定当権の設定契約を締結した当時にね設定 者の方にそのの目的物の所有権が、ね、ななけければいいというわけでこういう形でその要件、ね、なんでこれが要件になるのかというのに関してもちゃんと理由がありますので、ね、そこを含めてあの押さえておくとしばらく記憶に残りますから単に丸暗記したときと比べて、ね、ちょっとこう理由を押さえていくとしばらく記憶に残るはずですね。ねさて で今度、ね、次のところですけれども、定当権というのは物件です、で物件というのはね、あのこう工事機能をね、こう要求されてますので、第三者にその定当権を対抗するには、登記が必要になってくるということですね、まあ、これ、177条が根拠になってきます。あとね、今あの、要件の丸一のところで、非担保債権源の、ね、存在が必要なんだと、非担保債権が必要なんだということを言いましたけど、実はあの定当権、不重由性が緩和されておりまして、別にそのひたあの定当権をね、設定する時点で、具体的にその非担保債権があが成立している 必要はなくてですね将来発生する予定の債権、それをね非担保債権として抵当権をね結ぶこともできますというわけでねここのところねここのところで不自由性というのはちょっと緩和されてるんだというところをイメージ持っておいてくださいただしあの抵当権ってさあの えー、例えば第1順位の定答権設定するとね、まあ、その後にそに同じ目的物に関して第2順位、第3順位という形で高順位の定答権者がこう出てくることが通常予定されてますよねですのでそのおいくら将来こう発生するしたんぽ債権だとはいえ額が確定していないと高順位定答権者が害されてしまいますので、まあ、ここのところ不自由さ緩和されるんですけれどもねちゃんとその額とか発生原因のところは特定しておかなければいけ,いけません。あととそそもそも定等権登記できませせんかからあのその額確定させておかないとね、えー 帝統権の場合だったらあの極度額を投記しておきますけど、まあ、通常、定当権というのはあの非担保債権の額等を、ねえー、その投記をしていくことになってそれによって公順に定当権者の予測,予測可能性が図られるわけなんですけどね、まあ、そういう意味で不自由性というのは緩和されているんですがその額とか発生原因のところは特定してお、ねえー、かなければいけないということです。あと今日やらないけれどもあの保証債務あれ、不自由性あるじゃないですか。 だから基本的にはあの保証債務にあの、例えば保証契約に基づいて保証債務の履行請求をねするようなときていうのは、まず、あの不自由性があるんで、その主債務の発生原因事実が必要になってくるんですよ、それはその今の定当権の成立要件のところの感じで言えば、まあ、その非担保債権の発生原因事実にまあ相当するところになりますよね。というわけで、まあ保証に関しては、まず主債務の発生原因事実が必要になってきます、それからまあ保証は惰成契約で、かつ書面性が要求される様式契約なんで、まあ保証の契約、それからそれ それが書面でされたということが要件になってきますでその時の,その保証債務の,その不自由性のところもやっぱり、ね、あの不自由性緩和されてるんで別にその保証契約を締結する段階でその主債務が、ね、発生し,なくてしてなくてもいいんですよね、まあ。というわけでその辺のところはあの同じですからね、まあ、物件と債権のところでまあ全然体系的には別物のところになりますけどね、えー、まあそういうところがなんか似てるのかという感じがします。 さて、次4のとこ4ページの方行きましょう。縦にのところ、非担保債権のね範囲というところになります。これは担当知識ですね、え。ー 定当権はねちょっと条文上、非担保債権の範囲が限定されておりまして、まあ、2行目のところです、ま,あ、まず元本ね元本は、まあ、ここは、非担保債権としてね保証してくれないとまあ定当権の意味なくなっちゃうから、まあ、元本なんですけどその後ね満期となった最後の,年あの利息とかあの遅延損害金に関してはちょっと限定されてましてね、えー、まあ要は満期となった最後の2年分に限られておりますでこの下のところですけど遅延損害金もあの、ね、同じでそれは利息とも通算して2年分ってことになっていますね。 実際例えばほら利息とか遅延損害金って低、ね、等権を投機した時点でどれぐらいに具体的な金額に膨らむかって分からないですよねで、そういうような状況で公順位低権者なんかが出てくると結局、自分のところに配当を回ってこないというようなことになってしまいますので、まあ、そういう公、ね、順位低等権者を害さないようにする趣旨からです、ね、この利息とこの、ね、損害金というのは通算して2年分に限られているということになってきます。 で今度ねこのちょっとした論点なんですけれどもこの下のところ、です不当利得返還請求権と抵等権の非担保債権というところです。要はさ、あのさっき抵等権の成立要件の1個目のところで、このね、非担保債権の存在というのが要件になってましたよね、で逆にこの非担保債権が実は無効だったということになったときに、一度設定した抵等権もやっぱり無効になっちゃうのかという話なんですよ、ここでの論点はね。で実際、この事例は、ですねその労働金庫がね、ねその因外貸付、要は目的の範囲外のまあ貸付をしたという。 目的の範囲以外のものを無効になっちゃうんですけどね、えー、そういうような形で貸し付けが無効になった時にです、ねえー、その貸し付金のおーこう、ね、担保のために設定した定騰権まで無効になっちゃうのかって話なんですでこれ仮に無効にすると金貸した方かわ可哀想ですよね。<laughs> あのなんかさその、えー 金を逆に言うとさ金を借りた人っていうのは金をお金をねその借りておきながら抵当権が無効だからあね抵当権の抹消してくれってことを言ってるような感じになるわけですから非常にあの無茶苦茶なことを言ってるような感じもしますでってあやっぱり判例はねそういうねあの不公平な結果になることを許しませんので具体的にはこう処理しますまあ本来だったらその消費者契約に基づく貸金返還請求権がその抵当権の非担保債権としてまあね存在していれば何の問題もなかったんですけれども仮にその貸付金その消費者契が無効になった場合ってその後 ほら不当利得の問題になってくるじゃなないですかなので結局、ね、そのお金を貸した側の方は貸したあは借り受けた人に対して不当利得返還請求権を持っている点では変わらないんです。というわけでそうすると低都権なら実質的には不当利得返還請求権を担保しているんだと経済的には不当利得返還請求権を担保しているんだということで低都権の,、ね要はえーそのね、消費対策が無効だということを理由に低都権も無効だということを審、ね、議則で封じているんですよね。というわけで、まあ、これがそういう、ねえー、判例になっております。 これいろいろろ応用を聞きますよね例えば、これ今回は因外貸付でさ目的の範囲以外のものだから無効だという話になってますけど例えば、その他、いろいろ無効原因があるじゃないですか民法を勉強してるとあと、例えば取り消しの場合だったらどうなるかね詐欺取り消しとかあの制限行為能力で取り消したとかそういう時にも応用を聞くはずですよね、今私が言ったような理由からするとやっぱりその当事者の公平考えてこういう結論に、ね、審議則で調整しているわけなんですから別にこの因外貸付で無効だという事案以外にもですねその取り消しやその他の無効原因の時にもこの判例っていうのは打倒するんじゃないかと思いますね。 まあ、あくまでも私の意見ですけどね、さて、えー、次のところ行きましょう、えー、縦地のところです、帝、え、都、ー、権の効力、まあ、その帝、ね、都権の効力が及ぶ範囲というところですけどまず、ね、基本となる条文は370条ですから、これをしっかりと、ねえー、押さえておきます。えー 定等圏の効力が定等権が設定されているね土地や建物に及ぶのはまあ当たり前のことなんですがさらにねその定等地上にね損する建物を除いてその定等当の,の目的である不動産にねこ不可一体物ですね条文上はその不可して一体となっている物って書いてありますけどいわゆるこの不可一体物に対して及んでいくことになってきます。というわけで定等権の効力が及ぶ範囲でちょっと広がってますよね不可一体物にまで及んじゃうんだともともとその設定契約でじゃ建物に抵当権をつけますっていうふうにね やったとしても、この不可一体物に当たるものだという,ふうに判断されてしまいますと契約上決めていなかったものに関しても、その定当権の効為が及んじゃうことになるんですよね。というわけで、まあ、定当権者にとっては便利な条文ですね、この370条はね、逆にこの不加一体物を不加させた人にとっては、ちょっと迷惑な条文なんだと思います。というわけで、まあ、この辺のところ、利益の、ねまあ、考慮が必要になってくるんでしょう。 まず、過去2のところ、この不合物というものが、ね、370条の深い一体物になっちゃうのか、まあ、仮に、一体物になっちゃうんだとしたら、定等権設定契約で、ね、はっきりその定等権の設定の目的として明示していなくてもです、ね、これに定等権の考慮が及ぶことになってきます、でその不可一体物に関しての考え方は過去2のところの矢印のところですけれども、まあ、不合物242条本文は、ね、370条の富化一体物に含まれるためね、定等不動産の不,不,不合物にはその考慮が及ぶことは、ここはね、争いがないんですよね。 で、その不合物というのは何なのかというと,この次のところです民法の242条の、ねまあ、本文にありますけれども不合、ね、物とは不動産に銃として不合した物を言いまして不合物の所有権は、ね、当該不動産に吸収されることになります。例えばまあ 土地に定当権を設定したとしますよね。で、その土地に例えば立チキを植えたとしましょう。で、そこが根付いちゃった場合ね。えー、そうするとその立チキというのはね、えー、当然その土地と一体のものとしてなってしまうんで、ここの不合物に当たってくるっていうことになってきます。あとはその建物の増築ね、えー、したようなとき、増改築したようなときのその増,増改築部分ですね。そこもその別々にこう切り離してねいくのって事実上難しいじゃないですか。ですからそういうところに関してはその増改築部分のところは別に定当権設定契約で、えー、そのね設定の対象として いなくても、まあ、当然に、ね、に不,、えー不,まあ、不合物ということで不一体物ということで低、えー、等権の考慮が及んでくることになってきます。というわけでこういう意味で、ね、この370条っていうのは低等権者に便利な条文なんですよ、こういう形で使っていきます、具体的にはね。ね で論点になるのはねあの六ページの括弧さんの重物の方ですね。まあ、このね不合物の方はあの全然ねもう当然不快一体物で抵当権の効力別に設定契約でね抵当権の効力が及びますよってことを言ってなくてもね、えー、当然に及んじゃうっていうのはもう争いがないんですけどこちらの重物に関してはちょっと争いがあります。で、えー、その重物ですけれども重物って皆さん知ってるよねあの今日は民法総則のところじゃないから重物の話はしないんですけれどもあの不合物と重物って全然違ってね重物っていうのはまずねあの不合物と違って主物と。 独立性があることが前提になってます独立性がないともうそれって不合物になってしまってね要はその前のページの話になっちゃうんですけど重物っていうのは一定の独立性があることが前提になってます。例えばそうです、ね、飲食店 んを飲食店に使っている建物が例えば主物だとするじゃないですかでそこに抵当権つけるでしょしたらその建物の中に付属されてる例えばその飲食用のテーブルとか椅子とかそこにもうあのてあのなんですよそれが重物になってくるわけなんですよでその時もほら別にこのテーブルと建物って独立してるじゃないですか別にそれを外に運び出すことも可能になってきますよねというわけで重物というのはね全然不合物と全く別物になってきますゆえにそこに抵当権の効力を及ぼそうとするとその前のページで勉強した ようなね、えー、そのよ不合物だから当然に深い一体物になるんだって形で簡単にね説明することができなくなっちゃうんですよね、そこでじゃあどうやって考えていきましょうかって話なんですが、ま,あ、まず1つはもうだめだという話もあるんでしょうけど、判、まあ、例学説とは考えておりませんで、まあ、一定のねその要件のもとに帝、ね、都権の効力を十分に及ぼすことを認めております。ででそここから6ページののととろ行きましょう矢印のところですね 重、えー、物が低等権の効力の及ぶ深い一体物に含まれるのかが、まあ、問題とされると、で深部一体物の意義を、ね、どう捉えるかについては、ここは、ね、まず価値判断、大きく2つあるんですけれども、ここでの深、ね、い一体物に関しまして、経済的・価値的な一体性を重視するのか、それとも物理的な一体性というのを重視するのかね、要はとにかくこの370条の深い、まあ、一体物というのは、物理的な一体性を、ね、重視した条文なのか、それとも経済的な一体性を重視している条文なのか、そこで大きく結論が変わってきます。 で判例は、ね、物理的な一体性を重視しているんですよ、そうするとほらさっき言った通り、重物って独立性があるじゃないですか、だから深い一体物に含まれないことになっちゃうんですよね。 でそれが書いてあるのがねその2段落目のところです、えー、判例は、不可一体物の捉え方につきね、ね物理的な一体性の有無を重視する見解を取っていると言われております、まあ、すなわちね、ね重物は不合物とは異なりね、ね、えー、物理的に独立性があるので、不可一体物には含まれないということになってきます、だから、あの重物にはねあの370条根拠に、低等権の効力を及ぼすことはできないことになりますね、判例の立場でいくとね。 ただね、ねこのあともっともというところですけども重物はね私物の処分に従うって87条2項の条文があるじゃないですか、これを使っていきましょうって話なんですよ、87条2項ね重物は私物の処分に従うということで、この抵当権の設定行為を処分と。 えー、見ましてで定等権設定当時からね損するその重物に関しては87条2項を根拠にね、ね定当権の効力を及ぶというふうにしている大震のね対象8年の3月15日の判例がありましてでこれ、現在もあの生きております、だから担当試験で、あのこの重物に定当権の効力が及ぶかどうかってことを聞かれたら、あのこれを前提に、ね、要は定当権設定時の重物であれば、えー、その定当権の効力が及ぶんだって形では考えて,てください、担当の知識としてはね。 で、一方学説の方はね、この深い一体物の捉え方に関しまして、経済的価値的な一体性の方を重視しておりまして。別に独立してなくてもいいって言うんですよ。その経済的価値的に一体であればね、まあ、抵当権の、そのね、担保的効力を重視しまして、経済的価値的に。もう一体というふうに言えれば、当然ね、抵当権の効力を及ぶんだというふうに考えてきます。で、その学説ではっていうだらけいきましょう。学説ではね、深い一体物の捉え方につき、経済的価値的な一体性の有無を重視するという見解、これが結構有力です。まあ、すなわち、え、抵権は目的物のね。 経済的価値を把握する権利を言いまして、重、えー、物は主物の効用を助けて、えー、主物の、ねえー、経済的価値を高めるものだと、こうやって評価するんですよね、経済的価値を高めるんだということで、重、えー、物が主物に付属した時期についてね、ここが大きな結論の差に出てきますけれども、このね、帝都圏の設定の前後を問わず、当然にこのね、えー、価値的一体性を重視しまして、重物に対して、帝都圏の効力を及ぼしていくことになっちゃうんですね、でこの時の根拠は370条なんですよ。なので判例は87条を根拠にね、えー、住物にね物対して、まあ 抵当権設定時から存在する重物という形で限定はしますけれども、えー、そのね、抵当権設定の効力、抵、う、当、ん、権の効力を及ぼすことを認め、えー、学説の方はね。もう経済的一体制ということで、えー、もうその抵当権の設定前後問わずね。とにかく、重物という概念をもうかませないわけ。あのこの八十七条二項という概念をかませずね。もう三百七十条で、直接的にね、抵当権の効力を及ぼすという形で考えていくことになってきます。で、これ、よく理解しておいた方がいいですよ。もし論文で出たら、あのここが多分、深い理解が試される,試されるからね。よく分かっているかどうかという形で、その事例が多分、いろいろ細かく出てくるでしょうからね。 ここのところをよく、あの深く理解しておいてください。 でえー、この次の2、ねえー、つ下のポッチのところですけども定当権の効力が及ぶ重物と第三者に対する工事手段、ね、まず、定当権でほらさっき、ね、い言いましたけど物件ですから第三者に対抗するには177条の登記が必要だというふうに言いましたよね。でこの時例えばその定当権設定契約で建物あるいは土地に対して定当権を、ね、設定したのであればその登記をさしておけばさその当該建物あるいは当該土地に定当権の効力が及ぶんだということは、登記を見ればほら第三者に工事できるじゃないですか。で その重物に定等権の効力が及んでいるかどうかってことに関しては外から見えませんよね等規模を見ても建物と土地しか登記できないんだから定等権はね重物に関して例えばさっき言った通りその飲食店のね例えば建物に 定答権を設定したとしてでそこの重、ね、物であるその机とか椅子とかには通常は定答権設定できないわけですから、えー、第三者に対して工事できませんよねさてそこでその対抗力のところどうしてくれるのかって話ね結局さ主物重物に対して定答権の効力を認め,認めてもそれを第三者に対抗できないんであれば意味ないじゃないですか定答権者の立場からしたらねというわけでその対抗力どうやって考えてこうやってるのが次の問題になります。でここれれが下のところですけれども、えー この、ね、最高裁の段落のところを見ていきましょう、最高裁、昭和44年判決はというところなんですけど、まずね、先ほど見たそ大使院の、ね、大正8年3月15日をまずこう、ね、引用、まあ、参照しまして、定当権設定当時の重物に定当権の効力を及ぶことをまず前提として指摘しております、だからここまではまず変わりません、でも、対抗力の話何もしてないよね、じゃあ対抗力の話はどうするんだって話なんですけど。 それが3行目の途中のところです、ね、本件低等不動産に設定された低等権の効力が重物いわば取り外しのできる庭石、ね、取り外しのできない庭,庭石はもう不合物になっちゃうから土地そのものになっちゃうんですけど今回ね、ねその取り外しのできる庭石ってことでまあ重物。 なんですけれども、まあ、とりあえず、ね、定当権設定時の重、ね、物にも定当権の効率が及びで4行目の途中のところですが重物を定当権の効率から除外する特段の事情がない限り定当権の設定登記をもって370条により定当権設定時に、ね、存在した重物についても対抗力を有するんだということで、まあ、定当権の対抗力が重物に及ぶこともまあ認めているんですね。というわけで、まあ、とりあえず、ね、えー、その実態的なレベルの話要は重物に対して定当権の効率が及ぶかということに関してはやっぱりあの87条を2項 説をね貫きまして、まあ定増権設定時にね、えー、あった重物であれば定増権の考慮が及ぶんですよというふうに言っております。ただ対抗力に関してはそのね370条を根拠に。えー 定当権設定時に損した重物に関してはね、その定当権の登記の対抗力か及ぶんだっていうような処理をしてますね。この判例ややこしいんですよ。あの学説はね、あのこの判例を見て、もういよいよね、あの判例っていうのは重物に対して定当権をの効力か及ぶ根拠を八十七条二項じゃなくて、もう三百七十条根拠にしてるんだっていう評価のね、えー、評価をしているような判例もあるんですけど、ただよくやっぱ判書を読むとそこまでのことは言ってませんよね。なんでとりあえず今のところはね、判例はまず定当権設定時の重物に関しては八十七 87条2項つまり、えー、主物はね重物,、えー、物は主物の処分に従うという87条2項を根拠に、ね、定当権設定時の重物に関して定当権の効力を及ぶことを認めた上でまで、あ、対抗力に関しては370条を根拠に、ねまあ、定当権の,、えーそのねえーまあ、例えば建物とか土地とかに登記をしておけば、まあ、その370条によって対抗力が及ぶんだということを言っているように過ぎないんだということを担当対策では理解しておいてくださいただし論文だとこれ書きづらいんだよねあの87条と370条のところでちょっとぐはぐするとさすごく書きづらいじゃないですか。だから 論文的には、ね、あのもうそもそも、あのもう、重物に定答権の効率が及ぶかどうかということに関するところからもね370条を使っていっ,ちゃった方が多分いいんだと思うんですよ、もう経済的・価値的な一体性を重視してね、ね、えー、もうそもそも370条を根拠にいくんだと、だから重物はもう370条の深い一体物に入っちゃうんだと、でそうするとさあの、対抗力もやっぱり370条だってことで、論理一貫しやすいですよね、でそれがね、えーと、この7ページの下のところを見てください、論証例ってところですね。 えー、重物と深い一体物、かっこ三百条説と、お、工事手段ですね。まあ、論文で書きやすいんじゃないかと思います。えー、で、論章例ね、七ページの一番下のところを読んでいきますと。えー、主物にね、抵当権が設定された場合、重物にも定当権の効力が及ぶか否かが問題となると。いちいちこんなこと書かないけどね、問題点記とかね。一応、皆さんにわかりやすいように、ちょっと問題提起書いてあります。で、中身はこの下のところです。ここがいわゆる規範という部分に当たりまして。論文試験で書くときは、これを規範にして、その後当てはめしてね、結論を出すという形で、えー、法的三段論法をしていきますね。で、えー、そ、の中身を読んでいきますと。定 担保目的物の経済的価値を把握する権利であることから370条の不可一体物に当たるかは、ね、物理的一体性ではなくて要は判例の立場ではなくて、ね、経済的価値的一体性を重視して判断すべきなんだとそして私物たる抵当目的物のね、従物は私物の効用を助けて私物の経済的価値的をね、経済的価値を高めるものだと、ここ自分なりの言葉で何か書いてくれればいいんですよ、まあ、とにかく経済的価値的一体性というのを重視する見解に立っているわけだからなんか何らかの形で、ね、皆さんの言葉で、物物が、ね、主物を経済的価値的に高めてる んだってことさえかければもういいんですよ。で、えー、その後。 私、えー、物に付属したのが定当権設定の前であっても後であってもね、重、えー、物は不可一体物として定当権の効力が及ぶと考えるという形になってますあの。これ、解するって書いても別に構いませんからね、私、あんまり解するって言葉を使わないようにしてるんです、最近ね、あのちょっと実際、日常でそういう言葉使わないでしょう、だからまあ、論文試験もたまに採点実験に書かれてるんだけど、日常で使わないような言葉を書かないでくれってことがたまに書かれてますのでね、えー、まあ、そのを避けておりますけど、別に解するって書いてくれても構いません。というわけで、とりあえずね、この一段落目の最初のね、今の読んだところが、まあ、要は重物に定当権の効力が及ぶ かどうかというところの問題実態的なね、えー、問題になりますで対抗 欧用権の話はこのまたっていう段落のとこですね、重、えー、物が主物と深い一体物となり、ねえー、主物に設定した低等権の効力が重物にも及ぶと解する以上、もうここはもう強引に押し切るしかないですよ、この1行目のね、要は終わりのとこですよね、ちょっと線引いてないけど、低等権の効力が重物にも及ぶと解する以上ってとこ線引いておいてください、要はここから押し切ってきますから、<laughs> ねこのまたっていう段落のところの1行目の終わりの方う、低等権の効力が重物にも及ぶと解する以上。 まあ、主物である抵当目的物につきね抵当権設定統計がされて抵当権に対抗力が認められる限りその対抗力はね370条根拠に、えー、重物にも及ぶと考えるという形でこれぐらい書いてくれればこの人判例わかってるなっていうねその対抗力の部分のところはわかってるなっていうことがあの読み手の方に伝わりますのでねというわけでこれが規範になりますでこの後ね、えー、当てはめしていくような感じになってきますね当てはめのところはまあ以下省略ですちょっと事例がないんでね さあで今度ね、ね今、重物の話しましたよね、で今度、重物、物ではなくて、権利、重たる権利の話をしていきます。8ページのところですね、かっこ4、重たる権利に対する抵当権の効力、でこれ、要は結論からしたら、まあ、重物であればね、その物であれば、要は87条2項、あるいは370条。 を直接適用してていくことになってきます87条2項はほら十仏で仏って言葉を使ってるじゃない370条は不可一体仏って形で仏って言葉を使ってるから要は、ね、あの今の議論がそのまま妥当したはずなんだけど十たる権利って権利になっちゃってるからさ仏じゃないじゃないですかでも考え方は一緒でいいんですよというわけでその、ね、87条2項を類推するかあるいは370条を類推するというような形で処理をしていくことになってきますこの、ね、借地上の建物かっこいいの矢印のところですけど借地上の建物これがまずねあの主仏になります 着地の建物に、ね、定等権を設定した場合にその効力が着地上の建物だけさ例えば定等権者が定等権を実行して、まあ、それ競売にして買い受け人に買わせてもさ借地権がないと結局不法占拠になっちゃうから建物所,有所有者から、ね、その建物宗教土地明け渡し請求土地の所有者から建物宗教土地明け渡し請求されてしまいますよね。ですので、まあ、普通は借地上の建物に定等権を設定したのであれば、えー、そのね借地権に関しても定等権が設定されていなければ困るんですよ。まあ、定等権実行後にね、えーその 借地上のの建物プラスその借地権土地を占有する権限それを、ね、セットであのこう、ねえー、譲渡されないと困るので、えー、通常は、ね、この借地権というのが必要になってきますでまさにさ借地権っというのは370条節の立場からしたらさ、えー、その低等目的物である借地上の建物をさ経済的価値的に高めるものになってくるじゃないですか。だから負荷一体 仏じゃないけど負い一体権利 <laughs> ということで370条を類推してまあ要は定当権の設定の前後問わずねえこの借地権に対してですね重たる権利として定当権の効力が及ぶことを認めていくことになってきます、まあ、簡単に言うととにかくね借地上の建物をねあの土地を借りてじゃ皆さん自分があのちょっとねえこの人の立場になったと思って考えてもらいたいんですけど皆さんが土地を借りました更地を借りましたでその更地の上に皆さんが自分の費用で建物を建てたとしましょう。たただお金がないもののですからその自分建建てた建物に定等権つ お金借りたとしますよねでその時に、まあそに建物だけ抵当権をあのつけて、ねえー、しまっていざそれが例えばけあお金返さない時に競売されてそれが買い受け人のところに行きますけど建物だけ買い受け人のところに行っちゃってもです、ねえー、その借地権がないと結局土地の,、えーそのね、所有者との関係では建物の買い受け人って土地を不法占拠していることになっちゃうから土地の所有者から所有権に基づいて、ねまあ、その建物宗教土地開け渡し請求を起こされてしまうわけなんですよね。そそこでううういいにににならならようにすするるためにその土地を占有する権限 とし、てのその借地権それも一緒にこのね買い受け人の方に動かしていかなければいけないんですけどそれを肯定するための理屈がこの370条なんですよ。よまさにその、えー 建物に、ね、借地上の建物に定等権をつけたときというのはもうその借地権というのはもう不可欠な存在になってくるわけじゃないですかまさにその借地上の建物を経済的価値的に高めるものになってきますよねですからその370条を根拠にね370条類推を根拠にですねその借地上の建物に設定した定等権に関してはね同時にその借地権にも及ぶんだというふうに形で考えていきます判例の立場でいくとあの87条2項の方を使っていきますので結局ねまあ 定度権設定時からもうすでに借地権が存在しているのであればそれ借地権はね重たる権利ということで87条に累積して買い受け人の方うにまあ移転する形になってきますね。というわけでまあこのところねあのその前のページのところをよく理解しておいてくれれば考え方は全く一緒ですからまあこのところをしっかりと押さえていくということですねでまだ今のところのこの辺のところ司法試,試験の論文試験で出てないんだけどいつ出ても多分おかしくないと思うんですよ。多分事例を色々こうひねって応用を聞かせられるところだと思うんでねまあしっかりとあの理解をしておいてくださいね。 特にあのだよね今年の28年の問題なんか見てるとさ民法の問題、やっぱりこうなんか事前に覚えたことそのまま吐き出せば解けるような問題じゃなかったですよね。まあ、あれはおそらく事前に知識として持っている人ってほとんどいないんだと思うんですよ。まあ、もしかしたらそのいたかもしれないけどそれは特殊なんか運が良かっただけなんだと思います。だけどその、そそのううういうねなんかこう通常こう事前に準備できないようなところから出たときにじゃあどう対処するかそれはやっぱりこういう基本にね立ち返ってまあ何とか考えてあげるんですよ。そそのの時時例えば出題採点時間 とね、比較したときにまあちょっとなんか違うことを書いてたんだとしても、まあ、結局、ちゃんと基本からこう考えて何とかこうしっかりと自分なりに法的算段論法をして書いたような答案を作っているのであれば相対的に受験ってほらあの絶対値じゃないじゃないもうこの受験生の中での比較であの要は上位に入っていけば受かるわけだから、まあ、出題の人とか採点実感と比べると、ね、あんまりこういいこと書いてなかったとしても相対的に、ね、合格順位に入ってきますのでね、まあ、ですのでその基本っていうのを本当に、ね、しっかりと注視してもらいたいなと思いますね。 はいといとうわけでここまでがね超基本の話、あの抵当権に関してね今日、授業スタートしてから、まあ、ずっと基本の話をしております。でね、えー、っとどううしようかな9ページのところ、ここは若干細かいんだけど一応やっておきましょうか、えー、括弧5のところ、抵、え、当、ー、不動産から分離した物に対する抵当権の効力というところを見ていきましょう、でちょっとね線を付け足しておいてもらいましょうかね。えー、矢印のところでですす例えばですよ 木材になるようなね木材のための、まあ、立ち木ですね、えーまあ、木材にするために立ち木を植えていたとしましょう、えー、そういうね1行目ちょっと正義と言いますけど立ち木が植林された土地に抵当権が設定ということにしておきますね立ち木がしょ、えー、植林された土地に抵当権が設定、まあ、そういうような場合にですね、まあ、まず名人方法など立ち木につき別にね対抗要件を備えていなければ立ち木ってねあの要は 土地に根付いいちちゃゃっって切り離せなくなくますよ通常はねですからその不動産そのものになるんですよ。例えば皆さんが土地を持ってたとしますよね。山林あるいはまあ宅地でもいいけどなんか土地持ってたとしますよねで。そういう時にそこの土地に定等権つけたらその土地に埋まってる、ね、木にも当然定等権の効力が及ぶんですよ。この木だけは俺のものだというふうに普通は言えないんです。ただしそれを言いたければ木にね、名人方法をしとけばいいのね。木の例えば皮削って自分の名前書いておくとかって形でそういうことをやっていけばいいんですけどそういうことをやってなかったらもうその土地の上に埋まってる木っていうのはもう土地のね、えー、もう深い大物としてね。 不合物として、まあ、定着物として当然、に低凍権の効力が及んでいくことになってきます。というわけでそういう話書いたのがこの2、3行のぐらいのところねもう一回ちょっと読んでいきましょうか。例えば まあ木材にするための、ね、立木が植林された土地に定等権が設定されている場合、名人方法など行目ちょっといとこ立木につき別に対抗要件を備えていなければ、2行目、ちょっとせん引いとこ立木につき別に対抗要件を備えていなければ、ここ引いておきますでその後と、立木は定等不動産に定着する不合物となり、ね、土地と一体、3行目、ちょっとせん引いとこ土地と一体のものとして扱われます。 でこの時低当権設定者が低当権者に無断で低、ね、当不動産の立ち木を伐採して土地から搬出して第三者に売却して、ね、引き渡した場合にです、ね、この線引いであるところですけど搬出された立ち木に低当権の効力が及ぶのかが問題となります。当然、切られてなければさ当然等権の効力が及ぶわけなんですけれどもそれが切られて、ね、外に持っていかれちゃった時に、まあ、どうなっちゃうのかって話なんですよね。でそれに関しましては、ね、この次ののとここですこの点については低当不動産から分離されて搬出された物には低当権の効力が及ばないとする見解 と第三者が即時取得するまでは、分離物に対しても抵当権の考慮が及ぶとする見解などがあります。まあ、基本的には抵当権ってあの登記で公示されているものですからね、えー、その。 え普通は目的例えばその土地のね上に植わってる木切られて外に出されたらもうそこに低等権の効力が及んでるかどうかってことはわからないもんですからまあ、普通だったらまあ、この前者の考え要はもうえその低等値から出ちゃった以上はね対抗力が及ばないっていうふうに考えるのが通常なんですけど一方でね低等権者はかわいそうじゃないですかなんでそこでちょっとバランスを取りたいんですよそこで第三者が即時取得するまではまあ低等県の効力が及ぶことにしましょうと逆に言うとさそのね。えー 切り出された危機について、悪意やあの過失があるような人要は即時取得の要件を満たさないような人は保護する必要ないんですよね。低当権者との関係でね。というわけで、そこのお互いのその抵当権者と、あとその新たにね、土地を、あ、その立ち木を取得した第三者との利益を。考慮した結果、えー、このね、二個目の見解が出てくるわけなんですよ。皆さんどっちがいい。利益考慮をした結果の後者の見解。それとも、利益考慮する前の前者の見解、どっちがいいですか。というと、法律はね、どの見解、あのどの科目でも利益考慮の科目だから。 あの憲法だってなんだってねその利益考慮をするそのツール要は判断枠組みとかあの規範とか要件とかって言われてるやつが科目によってこう、ね、あの違ってくるだけで基本的にはどの科目も利益考慮の科目なんですよねなんでやっぱり校舎の見解の方がバランスいいんだと思うんですですす判例もねのの見解取ってまここれが下のとこです。 まあちょっとと事例ね、その次のポッチの次ポチころです。工場抵当法によりね、土地や建物とともに抵当権の目的とされた工場機械などの、ね、動産がまあ工場外に搬出、まあ、とにかく抵当目的物である、ね、ものが外に出ちゃったんですよ、その、ね、工場から出ちゃった場合にですね、第三者が,第三者が即時取得しない限りその動産には抵当権の効力が及ぶんだってことを言ってますから後者、まあの見解に立っているというふうに考えられますね。 でこの、ね、次のポッチのところ、ですねなお、蒸気事例と異なりまして、えー、分離物がね、帝、え、都、ー、不動産上から搬出されていない事案だったら皆さん、どうですか、まだ木が外に出てない、まだその、ねえー、土地の上に残ってる、低等権が設定された、えー、土地の上に残ってる場合だったらどうかというと、そこはまあちょっと低等権者を勝たせてあげたいなということになります、だってさ、あの現場見てるら分かるじゃない、明らかにあここの土地の上に植わってる木、切ってんなっての分かるでしょ、あの <laughs> 木の切り株が残っててさ <laughs> で、木が置いてあったら、もう明らかにこの土地の木だよなって分かるじゃないですか。 だから、そこはね、あの。 まあやっぱり都圏権者を勝たせてあげたいということで、えー、分離物が抵当不動産上から、ね、反映されていない事案においては分離物に対する抵当権の、ね、効力を肯定してるといるのが判例になりますねねこれ学説あの,、ね、あの判例は理由言ってないんですけれども学説なんかはあの陶器の、ねえー、麹の衣にまだ包まれてるんだとかっていう形であの言う本もありますよね陶器の麹の衣抵当、ね、権の,その陶器による工事の衣にまだこの目的物が包まれてるんだとこの木がねまだ包まれてるんだというふうふにあの書いてある本もありますけど、まあ、イメージとしてはそういう感じなんですよ。このところ 陶器のねえー、麹の衣で包まれてるんだというね。そんな感じのイメージですね。どうですか？ここまでのところ、抵当権の基本がなんか分かってきた感じするまあ、今日の最初から <laughs> あのちょっと遅れてきたが大変かもしれないけどね。最初の最初に本当に基本的な話したもんですからね。まあ,あのこんな感じでね。ここまでが抵当権の超基本的な話になります。 さてじゃあ今度、ね、その定答権の、ね、効力具体的に見ていきましょうかここからはちょっと話が、ねえー、切,り離切り離しましてここからは定等権の格論みたいなイメージ、ね、今まではまあ定答権の総論みたいな感じでここからは定等権の格論みたいなイメージですねさあ具体的にじゃあどんなことを、ね、定答権でやっていくのかという話ですでまず、ね、10ページの括弧1のところですけども例えば定等、定答権土地に定答権を設定したあるいは建物に定答権を設定したのはいいんですけれどもそこに不法占拠者が入り込んできてです、ねえーまあ、いろいろやりたい放題やってるとそんなことをされてしまったら いざね抵当権実行してその目的物を競売しようとした時に誰が買い手がつくんだって話なんですよ。ね、普通解決つかないでしょ。で、そんなときに、えー、まずね抵当権者どういうことをすることがね考えられるかってことなんですけど、先ほど言った通りこのじ事業の最初に言った通り、抵当権っていうのはねその留置権とかあるいは質権とは異なりまして目的物の占有をね把握する担保物件じゃないんですよ。あくまでもその目的物の経済的価値をね把握するに過ぎないそういう担保物件ですから、基本的には目的物の占有に関して干渉でき できません、低等権者はねそこで、まあ、いきなり低等権に基づく妨害排除請求権とかっていうのを考えるんじゃなくてまずはその低等目的物のね 所有者が不法占拠者に対して持っている要はあの、所有権に基づく返還請求権あるいは妨害排除請求権そういったものを債権者代権によって代行使することが考えられるんですよまずね、抵当権というのは直接その仏の占有に対して干渉できる権利じゃないからいきなり抵当権に基づく妨害排除請求権じゃなくてまずは、ね、所有者が不法占拠者に対して持っている、ね、例えば、所有権に基づく返還請求権あるいは妨害排除請求権それを代行使することが考えられます。でそんんななことが果たしてて認められれるのかって話なんですけれども えー、この下あこの、ね、10ページの真ん中辺よりちょっと下のところに図が書いてあります、えー、要は債、ね、権者代意見の要は要件を満たすのかという,ふうに、えー、視点で考えていくのがいい,い,いと思うんですよね債権者代意見、まあ、これは私の事業の債権の,の方うでやるんであの今日はちょっと、ね、簡単にお話し,しますけれども債権者代意見が認められるためには、ね、まず債権者が債権保全の必要性、えー、これがあ,のあることが必要になってきますでここでは簡単に言うとまず、ね、非保全債権持ってなければいけませんね。ねここで言う再建者者いうのは定等権者になりますで 債務者っていうのがその定当権設定者というものになりますですので定当権者が定当権設定者に対して非保全債権を持っていなければいけないんですけど何が非保全債権になるかって話なんですよでここはいろいろ議論されてたんですけれどもあの大法廷の、ね、平成11年最高裁であの担保価値事請求権という概念を、ね、あの奥田裁判官が作り出しまして、まあ、これを、ね、非保全債権として債権者代権を代行することが可能なんだとえいうことを言っておりますあと詳しくはは債権の方ででやるんであの今日は本当に 軽く流しますけどあの債権者代券って普通、債務者の無視力が必要になってくるでしょただし、あの非保全債権が金銭債権じゃなくて、あのこういうねあの例えば担保価値維持請求権なんだろうが例ですけど、金銭債権以外のものであれば、別に債務者の責任財産をこう確保するっていうために債権者代券を使っているわけじゃありませんので、債務者の無視力要件は不要になります、これ、簡単に言うと債権者代券の転用ってことなんですよ。本来ねそその債権債務者のその者務 責任財産を保全するために債権、ね、者代金というのは使われるわけなんですけれどもそれ以外の用途で使うときていうのは別に債務者の無視力いらないじゃないですかで今回もそういうことなんですよね。えー、別に低当権者はね、えー、この 金銭債権を直接保全しようとしてるんじゃなくて担保価値維持請求権というのを保全しようとしてるんだという,ふうに考えていくとね、債権者代金の低用になりますのでこのね、債務者である抵当権設定者の無視力要件は不要になってくるということになってきます。まあ、というわけでね、そんな感じでこのね、設定者が不法占拠者の方に対して持っている所有、まあ、権に基づく妨害排除請求権これを代行使することができるんだという,ふうに考えていきます。ね。で、 もっと端的に、ね、定等権に基づく妨害排除請求権で直で行けないのかということを議論になってきますよね、で先ほど言った通りやっぱり、障害になるのは、定等権者というのはその、占有目的物の占有に本来関われないというところなんですけれども、まあ、やっぱり、その必要性社会的な、ね、そういうことを認める必要性というのがあるんで、まあ、ちょっと厳格な要件のもとにそれを認めるのが今、判例になっております、でそれを、ね、ちょっと確認しておきましょう、11ページのところですね、括弧2のところです、定等権に基づく妨害排除請求権というところになってきますちょっとね要件が過重されます。 ささあじゃあ皆さんに、えー、問題です、えー、例えばですね所有権に基づく返還請求権あるいは所有権に基づく妨害排除請求権をするときはどんなことが要件になりますかでその要件と比べてやっぱりちょっと重い要件にならないと困るわけだよね。これね、えー、というわけでそういう意味でまずね所有権に基づく返還請求権あるいは所有権に基づく妨害排除請求権の要件を確認しておこうじゃあ,、はい聞きますえー、あなた <laughs>、はい、所有権に基づく返還請求権の要件は所有権。 相手方のだよねだから所有と占有だけあれば所有権に基づいて返還請求権とか妨害排除請求権は行使できることになるんですよそこでそれを定当権に基づく妨害排除請求権にじゃ置き換えていきますとまず所有権に当たるところそれが定当権になるわけだよねで定当権の要件ほら今日最初確認したんじゃないし初っぱなまず不自由性があるから、ね、成立における不自由性があるから非担保再現の発生現,実が発生現実が必要になってきますよねそれから定当権が発生するためにはまず学生契約に定当権設定契約で定等権 っていうのはそのはそ目的物の所有者にしか設定できないものですから、その定当権設定契約時にその目的物の所有権があるんだということをあの確認しましたよね、ですからそれが所有の代わりになるから、で相手方の占有で、もう一つの要件で、それをちょっと確認すると、11ページのところで、一から三が要は所有権に代わる定当権の発生要件になるわけ、四があの相手方の占有と同じ要件になってくるわけですよ。で それだけだとさ、所有権と同じような感じであの、妨害排除請求権認めたら、さっき言った通り、ほら、抵当権でもともと目的物の占有にはかかれないんだというところの意識が反映されませんよね。ですから、ちょっと要件を加重します。やっぱり原則ね 帝都権,権者というのは目的物の占有には干渉できないんででも社会で一方で社会的必要性がありますそこで調和の観点から丸五の要件を加重しますから相手 <laughs>、えー、型の占有により帝都不動産の交換価値の実現が妨げられ、ね、優先弁済権の、ね、行使が困難となるような状態にあること。 例えば、なんか専友屋さんがね、明らかに柄の悪い専友屋さんが、えー、こうん選挙してるとか、そういうような事情を、ね、具体的に言っておかなければいけないんですよ、でそれを裁判所が評価するから、あ確かにこんな人たちが占友してたら、抵当権、うん、実行できないよなっていうふうに判断してくれると、この丸5の要件も満たすということで、それで抵当権に基づく妨害排除請求権が、ねえー、認められていくことになってきます。 まあこういう構造になってますのでね、ねまあ、所有権に基づく妨害排除請求権の要件がとにかく所有、専有なんだと、でその所有の代わりに定当権になるんだけど、その定当権の発生要件はね、ね今日の授業の一番最初に確認した通りねこの3ページぐらいのところに書いてありますけどね、ね被担保債権の存在と、その定当権設定契約と、物件契約だからね、ねその所有権が必要、その、ね、設定時に所有権が必要だと、まあ、それが置き換わりますからね。 で丸4の占有相手方の占有のところは所有権に基づく返還請求権や妨害排除請求権と全く同じになりますただし、その抵、ね、当権というのは目的物の占有に元々関われないんだという特殊性に考慮しまして、丸五の要件で加重されていると、まあ、要は、ね、優先弁済権の行使が困難となるような状態ですね、まあ、占有屋さんに占拠されているとかその他、いろいろここはだから司法試験でいろんな事例が出てくるんだと思うんだよね、まあ、こんな事情があったら確かに、えー、競売できないよなというような事情があったらそれはこの丸五の要件の当てはめに使う事情になりますからね。 というわけでどうでしょうかね、ここまでのところ、ねえー、確認しておきましょう。でちなみにこれ、今ねあの、要は不法占拠者を相手にする場合の妨害排除請求権の要件だったんですよ。でこれを今度ね、その…えー 目的物の所有者から例えば占有権限の設定を受けた人に対して今度、妨害排除請求できるのかということも、ね、あの問題になった判例がありますそれがその12ページの、まあ、ところになるわけなんですね、まあ、その、ね、目的物の所有者から占有権限の設定要は不、ね、法占拠者ではなくて、えー、きちんと占有権限の設定を受けたんだけどでもやっぱり、ね、それがちょっと難癖のある人で、ね、その人がいることによって、やっぱり当等権が、ね、あのなかなか実行しづらくなっちゃっているとそういうような状況になったときにやっぱり妨害排除請求権を、ね、認めていかないとお、まあ、この抵、ね、等権の目的達成できませんよね。 なんで占有権限がある人に対して妨害排除請求をするときは、ね、さらに要件を加重して判例、えーまあ、認めています、判例はねやっぱりそういう、ねえー、ことを認める社会的な必要性があるんだという価値判断からですね、まあ、ただし占、えーまあ、有権限をがある人にも配慮しまして、えー、その、ねえー、11ページの要件よりもさらに加重して、えーまあ、一定の、ねえー、例外的な要件のもとにです、ね、妨害排除請求権を認めています。で何が、ね、要件が加重するのかというと前のページの丸一から丸五まではそっくりそのまま同じですから一つプラスされるのが、ね、そ丸五 のところに、ね、主観的な要件が加わってくるんです丸5の要件はどっちかというと客観的な要件でしょ優先弁済権の行使が困難になるような状態例えば具体的には専友屋さんが占拠しちゃってるみたいな形で、まあ、客観的なその、ね、要件が想定されてるんですけどそこに主観的な要件を入れていくことになってくるんですよ。でそれが12ページのののところのです、ね、2段落目の しかしっていう段落のところのね、1のところです、その占有権限の設定に、ですね、抵当権の実行としての競売手続きを妨害する目的ということで、競売妨害目的、これが加わります。そうすると占有権限がある人に対しても、抵当権に基づく妨害排除請求権を、ね、行使することが可能になってくるわけですね。まあ、そういうい構造になってますのでね。 で実際にはその妨害目的っていうのが司法試験の論文試験の問題文にはっきり書いてくれればいいんだけど、そういうのははっきり書かれてないようなときは、まあそれを推認させる間接事実からね、まあそういうこの目的があるのかどうかってことをまあね推認して認定をしていくと、この要件を満たすかどうかってことをまあ認定していけばいいことになってきます。まあそういう感じで、あの要件を覚えただけじゃなくてね、あのやっぱりこれをちゃんとね事例の処理に使うんだってことを常に意識しといてくださいね。まあまずは覚え理解して覚えるのも大事なんですけどね。その後これをいろいろと、えー、こうね事情を、えー 当てててはめに使えるような形でまあ想像しておいいくださいちょっと問題出そうかなじゃあこの丸5の要件に関しましてね例えばその優先弁済権の行使が困難になるような状態のじゃあ例えば当てはめをちょっと考えてもらおうか例えばさじゃあ賃借人がいたとしようあのその帝都目的物の所有者から賃借権の設定を受けて、まあ、賃借人がいる,いるとしますよねでその賃借人がものすごい高額な資金を払っていたりとか。 賃料がものすごく高額だった場合はどうでしょうかこれって丸5の要件にどうやって影響してきますか丸5の要件を当てはめるときにどうやって影響しますか資金がものすごく高額な資金差し入れてるとか賃料があ賃料逆にあれものすごく安いという感じにしよう、うん、賃料ものすごく安い逆に裏を返せば資金ゼロで家賃がものすごく高額だってことになるとこれむしろね競売したくなるんだよあ これ競売して俺,が俺の立場で貸してやれば金入ってくるなとで資金もあの契約終わった時に式金,金返さなくていいわけじゃない。<laughs> 所有者の方ねだからいいでしょ、でも逆に高額な資金が差し入れられててしかも賃料超低額になっているような時にそんなものをあの譲り受けてもね、何のメリットもないんですよ、で実際その賃借権が低当権に対抗できないものであれば、まあ、別にいいんですよ、あのその不法選挙最終的にはその賃貸借契約対抗できないということになると買い受け人は低、ね、当権実行した時点で賃借権があの無効になるから、その買い受け人との関係ではだから、まあ,あの、所有権に基づいて返還請求とかできるんですけど実際、手間かかるじゃない。で実際その相手方で専屋さんですよ ヤクザみたいなねそういう危ないような人たちが実際いるんだけどトラブルに関わることをもう覚悟の上で、ね、買い受けなきゃいけないんですよだからそういう時。そうすると 競売しづらくなりますよねだから資金が高額な資金が差し入れられている上に賃料が異様に安い場合は丸5の,、ね、あの方にプラスの要素に作用,用してきますから逆に資金ゼロで賃料高額ってことになると <laughs> まあそれが逆にマイル5の要素に関してマイナスの方に評価されることもありますただこれ理由付けあくまでも一般論であって理由付け次第なんですよで司法試験でまさにこういうところ聞いていくんだよねこの要件だけ覚えたって絶対ダメだからまず要件ちゃんと覚えてことはまあもちろん大前提なんですけどこういう要件を今みたいな事案あこういう時はどうなう うなんだろうああいうときはどうなんだろうというふうに考えられるように、ね、しておくのが大事になってきますね。はい、というわけでまあ大体こんな感じですね妨害排止請求、で今度、ね、13ページ、低、え、当、ー、権侵害に対する損害賠償請求権の、ね、可否の話になります。 であのところなんですけれども、えーまあ、矢印のところですね、低当権者は低当目的物が、ね、破壊、毀損されるなどして、低当目的物の価値が下落した場合に、ですね低当、まあ、権侵害の方向に基づいてまあ損害賠償請求できるのかということが問題になります、でこの時低当権者の損害っていうのは、一体具体的には何を意味するんだろうっていう話なんですよ。 まあ抵当権者っていうのは、だまあ例えばお金貸してね。でそのお金が弁済されないときは、その抵当権、抵当目的物をまあ競売抵当権実行してね。まあ競売に付して、えー、その売却代金から自分のね、えー、債権のあのね、満足を得るって形になっていくんですけど。まあそういう抵当権者の立場、具体的に考えたときに、えー、その抵当目的物が、まあ例えばじゃあ一部毀損した <laughs> ようなときに。何を持って、えー、そのね、不法行為に基づく損害賠償請求権の損害に当たるのかって話なんですよ。でこういうときにさ、まあやっぱり結局抵当権者っていうのは、その目的物の担保価値をね、把握。 するに過ぎないような立場の人であって別にその目的物を自分で使うということは想定しておりません例えばその目的物の所有者であれば一部でもその帝都目的物が毀損したのであればもちろんその所有権侵害で損害賠償請求できるのは当たり前なんですけども低等権者というのは、ね、結局それを競売して、えー、ちゃんと自分の債権の満足さえ図れれば何の損害も結果的に出ないんですよ。というわけで、えー、この2段落目。 のところですけれどもね抵当権が目的物の担保価値、まあ、経済的価値を把握する権利であることに鑑みまして、抵当権侵害による損害が認められるためにはね、ね抵当権侵害による抵当不動産の要はこれです担保価値が下落して、非担保債権の満足額に足りなくなることが必要で、その不足額だけが損害になりますから、これが反例の立場ね、この不足額だけが損害の、ね、中身として認められることになってきますね。これはの司法試験の、ね、平成22年の論文試験ね、ね説問2で出てますのでね、このところね。 あとねその損害の発生時期なんですけれども、えー、実際さ非担保債権の弁済期が到来する前であれば非担保債権が普通に弁済されてしまってね、えー、まあ弁済されてしまってっていうのはちょっと言い方悪かったかなまあ非担保債権が無事弁済されてで抵当権実行しなくて済むようになる可能性も十分あるじゃないですかですからその損害の確定ってのはやっぱね弁済期到来時なんですよねそのね弁済期到来前だとその実際にね抵当権が実行できなくなるかどうかってことはわかりませんのでねまあ弁済によって非担保債権が無事に消滅して抵当権者は抵当権の実行しなく 住むっいうことが想定されますので、えー、弁財期到来時ということになってきます。まあこれも司法試験の論文試験ね、二十二年のこのね説問二の方で出ておりました。まあこのところね、まあちゃんと考え方をしっかりと理解するようにしておいてください。 で今度14ページいきましょう、ここからちょっと話難しくなります、あの仏上題の話するの、あの仏上題結構受験生苦手な人多いですよね、多分あの、勉強時間が少ないからなんだと思うんだけどね、その仏上題のところね、でもまあ基本からしっかりと積み上げていけば、ちゃんと分かるようになるところですので、まあ、今日う、えー、このところをちょっと話していきましょう、仏上題のところです。で1のの、ね、ところ仏乗の意義 これは、ねまあ今日ずっとお話ししてきている定当権なんですけれども、まあ、定当権の目的物、まあ、例えば建物とか土地に定当権を設定したとしましょうでその定当権の、ね、目的物である土地や建物の売却賃貸あるいは滅失損傷によって債務者が、ね、受けるべき金銭その他の物に対しても行使することができますあの定当権ってさ担保物件として要は優先弁済を受けるそういう効力が、ね、あるんですけれどもまさにその優先弁済的効力を、ね、貫くための制度なんですよこの趣旨としてはね元々担保物件って優先 勉的効力があるでしょこの定当権なんかはね、えー。というわけでそれを貫くための、ね、制度これが物上代になってますだから目的物が消えちゃってもね、まあ、それによって何か例えばその債務者が代金等を受けることになればそこに対してね定当権の物上代権をね及ぼしてそこに対して、えーこのね、差し押さえ等をして金銭債権を満足受けることが可能になってきます。 でこの下のポッチのところですけれども、えー、物上代の対象となる債務者のね受ける武器、えー、金銭その他の物は実際上ほとんどの場合金銭ですからまあこう簡単に考えるようにして,いてくださいまあ大体このね金銭ですまた、えー、物上代の対象となるのは債務者が取得した金銭そのものではなくてね、えー、債務者が取得した要はね金銭支払請求権要は金銭債権、えー、そこに物上代意権をあの行使していくことになってきますあの条文上の要件この下のね2つぐらい下のポッチのところに書いてあるんですけれども要はあの3 1 4条に仏教大の,あの要件書いてあるじゃないですか、ちょっとここに確認してみましょう、黒丸ついてるところですね、ここはね、条文に書いてあるところなんだけど、ちゃんと頭の中に入れて、理解して記憶しておかないとだめなところ、ここを記憶してないと、この先の論点が全然わからなくなっちゃうのね、常に仏教大ってこういう要件を満たしてるときに行使できるんだって、絶対頭に入れていかなきゃいけないんですよ。でこうくう確認しておくと えー、物上代理の講、ね、師の要件黒丸、低、えー、当権者が低当目的物の売却、賃貸、名出、損傷などによって債務者が受けるべき金銭その他の物に物上代をすることができるんですけどこれが要件、払い渡し、ね、その払い渡し、または引き渡し前に差し押さえをしなければいけないんですよ。 払い渡された後に例えばさ物上代を行使できるってことになっちゃったらその要はほら債務者に対してお金を払う人つまり債務者の債務者だから第三債務者って言い方するんですけど第三債務者に二重弁済の、ね、危険をあの強いることになってしまいますよねですから物上代権を行使、まあ、することはね抵等権の優先弁済的効力の出資貫くために認められてるんですけどそのね、えー、金銭等が払い渡しまたは引き渡しの前にね、えー、こう差し押さえを物上代権に基づいて差し押さえをしておかなければ いけないんですというわけでこれが要件ねこれよく頭の中叩き込んでいてくださいこれがはこれ忘れちゃうと今日この後の話何にもわかんなくなるからねずっとこれのあの要件の解釈の話していくだけですからあのもう本当にここ今頭に入れといてくださいでよく趣旨もあのこのね、えー、分かってほしいのねまあ彼にこの第三要はねじゃ簡単な 図で言うとまず債権者がいましょうその人は低等権者でその人が債務者に対して非担保債権を持ってるわけなんですよでこの時にですねまあその低等目的物無事にねあの実行できればよかったんだけどそれが売却や滅失したような時は、えー、そのえー 価値代替物に対して物、ね、上代権を行使することができ,できるようになってきます、でそのときに例えば、債務者のさらに債務者、第三債務者がいるとしましょう、そのときに、その抵当目的物がまあ破損等することによってです、ね、債務者が第三債務者に対して何かこう権利を取得するようなときにです、ね、そこに物上代でいけるって話なんですよ、価値代替物に対して、ね、その債務者の第三債務者に対して有する権利の方に物上代をかからせることが可能になります、それによって、抵当権の、ね、優先弁済的効力というのが貫かれるわけなんですよ。 でその時きに、まあ、第三債務者、まあ、債務者に対して、まあ、なんか払う義務があるわけだから払うことになりますよね、でその払った後にもう1回同じ債権を物上代であの、ね、差し押さえることを認めて無理やり第三債務者から抵当権者が取り立てるってことを認めたら第三債務者ってまさに二重弁済強いられることになってくるじゃないですかだからそういうことを許さないために払い渡しまたは引き渡し前の差し押さえを要求してるんです。ね、こういうい構造になってるからね というわけで条文に書いてあるんだけどもうよく頭に叩き込んでおいてください。これのもう解釈論なんだよ、ここから先はね。とにかくこれを徹底的に頭に叩き込んでおきます。でね、定等権の場合実際にはあの 372条という順用条文がその今の、ね、この341をの正し書きこれを順用しています。えー、この今お話ししている具体的な中身はあの先取り特権のところの、ね、341一項だし書きに書かれているんですけど定答権は372条でこの304の1項正し書きを順用していますので実際、論文試験で定答権の問題出たときはこの2つの条文を弧、ね、書きで引用するようにしておいてください。この下にまあ条文つけてますけどねさてこの次じゃ行いきましょう。 15ページちょっと論点今の話がよく分かっていること前提ですからねあのこの304条のね正し書きのこの要件が分かっていることが大前提です一項正し書きねでこの図を見てください15ページのところ まずね、債務者 B が第三債務者 C に対してね、第債務者ていうのは債務者の債務者だから、債権者から見たら、債務者の債務者だから、第三債務者って言うんですけどね、ま言葉を覚えておいてくださいね、債務者 B が第三債務者 C に何か債権を持っていたとしましょう、この時債務者 B という人にはね、複数の債権者がいるんですよ、まず1人が定当権者 A、あともう1人が一般債権者 D。 こういう状況になっていたとしましょう、でその時債務者 B がね、定当権者 A とか一般債権者 D に、ね、債務を弁済してくれれば、まあ、みんな円満解決ということになるんですけれども、B が、ね、A や D にその債務を弁済しないということになった場合に、まあ、B のところでめぼしい財産がなければ、ですね、まあ、B がこの第三債務者 C に対して持っている債権、ここを、ね、差し押さえて、ここからまあ要は自分に、ね、この弁済を受けていこうという形になってきますよね。そこで等権者 A の方はです、ね、その物上代 に基づいいてて差し押さえをしていくわけですで一方一般債権者 D の方はあ普通にね差し押さえこの債権を差し押さえていくことになっていくんですけどここの優劣関係がどうやって決せられるのかってところがあのここの問題になってきます。 でこれがねそのあのところの上のところまた戻りますけども、問題の所材ですね、低等権による物上代、要は低等権者バーサス一般債権者ね、ねこの優劣をどうやって決めていくのかという話ですね、で問題の所材のところですけども、一般債権者 D はね債務者 B が第三債務者 C に対して有する高不動産について、まあ、賃料債権をね差し押さえたとしましょう。ここで で一方で、ね、D の差し押さえ前から、高不動産に定当権の設定を受けて、ね、その登記も具備している定当権者 A も、やっぱりね、その定当権に基づく物上代権を行使しまして、同じ債権を差し押さえました、そうすると、ほら、まさに今、B さんが C さんの方に対して持っているこのね、賃料債権に関して、A さんと D さんがこう対抗関係、いわゆる二重の利害関係に入っていることになりますよね、まあ、この A さんと D さん、どう優先していくのかって話になってきます。でそれが次ののの段落のところですけどもまず定等権権物上代権による差し押さえは えー、このね、まあ、さっきの304条の要件戻りますけれども、その差し押さえの対象となる財産権の目的が払い渡し、または引き渡される前に、えー、する必要があるわけなんですよ、これがさっき確認した304条1項正し書きの要件になってます、そうすると、今の上の事例は、一般債権者 D が差し押さえた後に、低当権者が物上代金を行使して、同じ債権を差し押さえていますので、304条を形式的に見ていくと、もう低当権者は負けちゃう感じがするでしょう。 ところがなんですねそうするとあんまりほらその単純にさ担保権持ってる人同じ債権者でも担保権持ってる人と担保権持ってない人と同列に扱ってしまったら担保権の意味ないじゃないですか担保権って皆さん何なんですかって言ったらそれは、ね、債務の、えー、債権の満足が得られなかった時に優先弁済を受ける、ねえー、ところを本質とするものなんですよねですからここは条文そのまま表面上形式的に適用してね低当、えー、権者直ちに負けたっていうふうにやっちゃうと担保権担保物件の意味がないんですよそこでちょっとねあのひねってきます。 まあ必要があるところ、この払い渡しまたは引き渡しに、ね、一般債権者の差し押さえが含まれるとすれば、ね、その差し押さえ後は、抵当権者の、ね、物上代権による差し押さえができ,るできないことになってきます、でも果たしてこんなふうに形式的にやっちゃっていいのかと、抵当権者はのために担保権を持ってほ、ね、かの債権者と比較して優先的に権利をあの優先的に弁済を受けることができる権利を認められているのか、意味ないじゃないかと話になってきますそこでで考考ええ方16ページどう考えていくかです。 結論としてはね、あの皆さんどう思います？低投票者ってさ。 抵権でであの登記してるじゃないですかそうすると一応その登記を見ればその目的物に例えばその建物に抵当権じゃ建物を貸して賃料債権今仏上代でね、えー、あるいはその一般債権者が差し押さえしてしたあとしますよねそういう時に建物に抵当権設定してればその建物に投記されてるわけですよ抵当権がそうすると一応誰であってもその建物の投記簿を見ればそこに抵当権が設定されててねまあいざとなったら抵当権が仏上代の効力を及ぶんだってことがあ分かることになってきますよねそこに着目していき ますねここのところはねだから結論としてはね低当権の設定時と一般債権者の差し押さえの効力が発生した時の前後で優劣関係が決まることなんですよ結論としては低当権の設定登記時と一般債権者の差し押さえの効力が生じた時の前後で優劣が決まることになってきますそれ落ち着きどころいいじゃないですかだから逆に言えばさ低当権の設定登記さえ先にやっておけば 先にね、低当権者が物上代権で差し押さえなくてもです、ね、その後と要は一般債権者が差し押さえだ,だとしても、その後にね、低当権者、物上代権行使して差し押さえできちゃうことになるのね、まあ、定答権の設定のとき、先にされてるんだからさ、その目的物に低当権の効力が及ぶことはもう第三者にも公示されてるんだから、それでね、第三者の方としては問題ないでしょっていう、そういう発想なんですよね、どうです、これ、納得できます、判例はこんな感じなんですよ、もっと難しい表現してるけどね、<laughs> 判例はこんな感じ、価値判断としては。 どうですかもう単純にもう差し押さえの前後で決めたらいいんじゃないかと思うどう単純にもう差し押さえの前後でやっちゃっていいもう,てもう担保物件なんて関係ないんだよと、一般債権者も,もう、ね、優先弁済的効ルがある担保物件も同じなんだよって思う <laughs> 思わないって首振ってるね、うんまあ、無理やり言わせてるような感じしますけど、まあ、大体、ね、そんな感じなんです。というわけで、とにかく低等級の設定の登記と一般債権者の差し押さえの効力が生じたときの前後で優劣が決まるというふうに見といてください。だから逆に言えばね、まあ 先に低当権の設定等記載しておけば、その後一般債権者が差し押さえた後であっても、低当権者は物状大意見でね、その差し押さえをして、その優先弁済的効力をね、優先弁済受けることができるということになってくるわけです。で、ちなみにね、その一般債権者の差し押さえの効力が生ずる時なんですけど、それはあのちょっと民事司法の話になってしまうんですが、あの差し押さえ命令がね、裁判所から出て第三債務者に送達されるんですけど、その差し押さえ命令が第三債務者のところに送達された時点で差し押さえの効力が生ずるという風になってるのね。だから判例 を踏まえてね、この16ページの一番下のところを見てください。 えー、平,成10年平成10年の最高裁ですけれども、えー、阪神のところですね、えー、一般債権者による債権の差し押さえの処分禁止法は差し押さえ命令の第三債務者への相達によって生ずるものであり、ね、第三債務者に相達されると、ね、差し押さえの効力生ずるんですけれども他方、低、えー、当権者が低当権を第三者に対抗するには低、ね、当権設定登記を経由することが必要であるから債権について、ね、一般債権者の差し押さえと低当権者の物上代金に基づく差し押さえが競合した場合 じゃあその優劣はどう決めるのかなって言ったらねど同社の両者の、ね、優劣は一般債権者の申し立てによる差し押さえ命令の第三債務者への送達これはその一般債権者の差し押さえの効力が生ずるときなんですけどね、まあ、第三債務者への送達と定当権設定登記の前後によって決せられるんだって形で言ってますね。というわけで結論はこんな感じなんですよ。でこれをもうちょっとねさらに、えー、理由をちょっと追加していきますと。えー ここののねねままた上戻りますす、ね、考え方のところですもう結論はここのところなんですけどもうちょっと理由を補足していきましょう、えー、その考え方の2段落目のところを見てください、まあ、線引いてちょっと一部太字にしている部分がありますねでちょっと読んでいきます、帝、え、都、ー、権の物上代に差し押さえが要求された趣旨というのは、まあ、さっき言った通りね二重弁済の危険から第三債務者を保護するところにあるわけなんですよ。 え、ね、一般債権者が差し押さえした後にね、その物上代の差し押さえ認めちゃうと。このね、第三債務者って二重弁才のね、危険にさらされることなんだけど、それを防止するのが趣旨になってます。では、さっきの三百四条のさ、払い渡しまたは引き渡し前に差し押さえをしなければいけないっていう趣旨は。まずは第三債務者をね、保護する。第三債務者から、えー、第三債務者の二重弁才の危険をね、えー 保護するるとところにあるんだとで一方だじゃあ、第三者の方をどうしてくれるんだって話なんですけど第三者の方がいいんだって話なんですよ、要は定答権設定統計で公示されているんだからここではもう第三者の保護のことなんか考えないんですよって話になります一方、定当権の設定が統計により公示されていることで差し押さえ対象債権が物上代位の、ね、目的となることは一般債権者や債権の譲る役人などの第三者も予測できると、まあ、そのため、定当権の物上代位にに、ね、差し押さえが要求されてはいるんですけれども、えー、そこには、ね、一般債権者や債権の譲る役人などの第三者つまり第三債務者以外のもう 第三者を保護する趣旨は含まれてないんだという,うになりますで、これが実質的な理由ですよこの結論をね、正当化する実質的な理由になります確かにその判例の立場を貫くとさ第三者は害されることになってきますよねだって低当権者の方としてはさとにかく低当権設定登記さ一番最初にやっとけばその後物上代意見で差し押さえしなくてもさ別のね一般債権者等が差し押さえした後であってもさ低当権による物上代による差し押さえを認めちゃうんだからそれは第三者はなんか一見害されますよねでもさっき言った通りその 定答権に関しては、とにかく設定登記で第三者に対しては公示されているんだから、えー、ここでの、ねえー、341項正しげきの差し押さえ払い渡しが要求されている趣旨っていうのは第三者項が含まれていないんだからとにかく定当権者としてはもう定当権の設定登記さえ最初にやっていけばもういいんだという話なんですよ、まあ、それがここの、ね、結論を基礎づける価値判断になります。のでね でこういう観点から考えるとあの今の、ね、この15ページの図のところなんですけれども、まあ今、低当権者対一般債権者の話をしたじゃないですかでこれが今度じゃ一般債権者ではなくて債権譲渡の譲り受けに要はさこの B の B、ね、債務者 B の第三債務者 C に対する債権を譲り受けてさ対抗要件を具備したあ D さん D さんが例えば、ね、その債権譲渡を受けて譲り受け債権を譲り受けて対抗要件を具備したとしますよねその時の優劣ってどうなると思いますそしたら 今の発想からすると、要はさ、第三者保護の趣旨含まないんですよ。この定等権の物上代の差し押さえが要求されている趣旨いうのは、第三者保護含まれないんですよ。そうすると、とにかく債権上等で対抗要件備えられる前に、もう定等権の設定等記載えしておけばさ、債権上等後であっても、物上代いけそうな感じになるよね。で、その通りなんです、判例その通りになってます。先にちょっと確認しておきましょうか。えっ、ーえー、とですね、19ページ見てください。図、先に見ますとね。 19ページの図あの、さっきとほぼ同じです、この D さんが一般債権者じゃなく,ゃなくて、債権の譲りけになってるだけだから、ねえー、それ以外のところ、全く変わってません、でちょっと問題の所在のところなんですけれども、えー、債務者 B は第三債務者 C に対して有する賃料債権を D に、ね、債権上として対抗要件を具、ま、備、あ、させました。で一方債権のの前から、ね、B の賃貸 建物について当、ね、権を有しその登記もグビしている当権者へは仏像、まあ、代権によりその賃料債権を差し押さえたとだからとにかく債権譲渡の後にやっぱり抵当権者が物上代で同じ債権を差し押さえちゃったとっいうそういう事案なんですよねでも、当権の登記だけは一番最初にやってるんですよだからそういう意味でさっきの事案の要は一般債権者の差し押さえに代わって単にあの債権の、ね、譲渡があって対抗要件を具されてるというだけでそれ以外のところ全く利害関係は一緒になってきます でそれともう考え方同じになりますね。えー、そのね19ページの一番下の考え方というところを見てください。えー、判例はですね、えー、定当権の設定は登記によりね公示、えー、されており、第三者たるね債権の譲り受け人に。 D は目的物が物上代の対象になることは予測できるということに着目して、まあ、結局、ね、そのここからは同じです、定当権の物上代に差し押さえが要求されたし、ね、とにかく払い渡し引き渡し前にまあ差し押さえが要求されているんですけれども、その趣旨はです、ねえー、まあ二重弁済を仕入れられる危険から第三債務者を保護をするところにあって、まあ、債権の譲り受け人には、とにかく第三者を保護する趣旨は含まれないんだと。だかからと、まあ、とににく定権権のの設定等記載先にやっとけばその後例え、ね、債譲譲渡がされて譲り受け人が債権 したんだとしても、その後に抵当権に基づく物上代金を行使して同じ債権を差し押さえすることができちゃうんですよね。というわけでそうなってます。さあ、この結論は妥当でしょうか？妥当じゃないんでしょうか？ということだよ。<laughs> このところね。<laughs> で。ちなみにさあの債権譲渡を受けてさまあ。対抗要件具備して。 いうような時の状態で実際,際、債権の弁済受けちゃったらそれはもう受けた人の勝ちというのはその後に仏上代権で差し,をあの差し押さえしても,もう空振りになっちゃうんですよ債権がないからだからこれあの弁済受ける前の話ですからね弁済受けたらもう債権消滅しますから弁済はだって弁済の効果、まあ、債権総論で勉強しますけど債権の消滅という効果が出てきますよねなのでまあ弁済されちゃうと譲り受け債権が弁済されちゃうと債権消滅してしまいますので、えー、その後ねその仏上代で差し押さえようとしてももう対象 目的物がないんでね。当然差し押さえ空振りになりますから。という感じになってますね。まあ、こういうふうに、まあ、うまくできてるんですよ。世の中ね。で、これ今ね、あの、抵当権の物上代。 の関係、要は、抵当権の物上代に関しまして要は一般債権者の差し押さえあるいはその債権譲渡を、ね、受けた人との関係でまあ優劣関係を見てきたんですけれども、まあ、とにかく抵当権では登記で工事されているからね、第三者法が含まれないんだというところそこがポイントになっていますそれに対してですね、これが抵当権に基づく物上代権の行使ではなくて同じ担保物件でもですね、動産売買先取り特権、実際まあ世の中はよく問題になるまあ事例なんですけれども動産売買先取り特権による物上代の場合だったら今と同じ事例が出て てきたときにそれぞれ優劣がどう決まるのかところが問題になるんですよね。それとちょっと戻りますね。えー、動産売買先取り特権に関しましては十六、えー、ページじゃないか十七ページですね。えー、動産売買先取り特権。

ね動産について、先取り特権を皆さん持ってるんですよ。動産売買先取り特権ってことで、動産の売買代金債権を非担保債権としてですね。その売った動産に関してそのね先取り特権行使してこれ競売してあの？ お金に変えてね、で、そこから優先弁済受けることができるんです。で、この時ね、担保物件の要はね、えー、ポイントっていうのは、先取り特権のね、い、い,いところって、債務名義得ないで。ただ裁判所にこれを署名していけば、あの債務名義なしに、もう強制執行できちゃうんですよ。要は、そのね、競売できちゃう。それがすごく便利なの。動産売買先取り特権。だから実際世の中よく使われてます。で、これが、まあ、ちょっと制限がありまして、この目的物が、それ、さらに第三者のところに転売された時はね、動産売買先取り特権。 追でできなくなくっちゃうんですこれがあの民法の333条に、ねまあ、あるんですけれども、まあ、とにかく、動産売買先取り特権ってすごく便利なんですよ、お金をね払ってもらえないようなときに、まあ、まだその債務者のところに目的物があるときは、債務名義を得ないで、直で裁判所にもう強制執行申し立てて、競売して、そこからお金を、ねえー、もらうことができるんですけどそれが転売されて、第三者のもとに行っちゃったというときは、そこには追及できなくなります。ただし、うまくできてます。先先取り特権というのののは物上、ね、代ががほどままささに項正し書がきが直でで適用されますので でその第三者がまだその例えば A が、えー、元々の人だとしましょう A が B に物を売りましたで B がさらに C に売りましたでそういう時にまだ C さんが B さんにお金を払っていない時はまさにほら払い渡し引き渡し前になるからその B さんが C さんに対して持っているその売買で転売代金債権を、ね、物上代で差し押さえして優先弁済を受けることが可能になってくるんですよね。それが動産売買先取り特権です で今問題にしたいのは、とにかくこの同産売買先取り特権ってのはそういう話だってこと、それプラスその、ね、同じ債務者に対して一般債権者がいるときに、その同産売買先取り特権と一般債権者の、ね、優劣をどうやって決めていくのかって話になるんですよ。で、で権とと比較すするといいですね 定当権の場合はさ,さっき言った通り、そり目的物に定当権の効力が及ぶことは、ね、定当権の設定登記によって公示されているんだからあその差し押さえが、ね、要求された趣旨には第三者保護は含まれないんだと、まあ、とにかく第三者第三債務者の、ね、二重払いの弁済から保護する趣旨しかないんだということを言いましたでそうすると、動産売買先取り特権これは登記できません <laughs> なんかいちいち動産に登記するわけいかないから <laughs> あの登記できないんですよそうするとちょっと定当権のところとはわけが違う感じになりますよねそうすると 第三者保護も含,んで含ませていかなきゃいけないんですよ、この差し押さえのところにね、公示されないから、定等権の場合は、とにかく目的物に定等権の考慮が及んでいることは、登記によって公示されているから、あえてね、定等権の物上代の差し押さえが要求された趣旨に、第三者保護まで含まなくてもよかったんですけれども、同産売買先取り特権の場合は、とにかく登記の制度がありませんので、そこに、同産売買先取り特権の考慮が及んでいるんだということは、公示しないと。 物件でですすから大原則ですよ物件って本来さ、さ登記しなければ第三者に対抗できないわけなんですけどその登記ができない以上ねその第三者に本来、対抗できないはずなんですそこでその代わりにこの差し押さえを要求するんですよねこの差し押さえ払い渡し前にとにかく転売代金にさえ差し押さえをすればあそこで同産売買先取り特権を、ね、認めていきましょうということになってきます。というと逆に言うとその差し押さえをする前だったらやりたい放題なんですよ。 第三者の方はだからそういう意味で、えー、その差し押さえの前後で、ねそのえー、第三者がきちんと権利を譲り受けられるかというとこ,ところが決まってきますので、同産売買先取り特権の場合はその差し押さえが要求された趣旨に第三債務者の二重払いの,この危険を保護するというところに加えてさらに第三者保護の観点が入ってくるんですよね、そこが大きな違いになります。たただででですすねねねここここからまたひとひねりりいいるんんそこがややこしいんですけどもこのひとひねり要はさ例えば ちょっと話が全然変わっちゃうんですけれどもあの例えば物件で177条の第三者の話をするときにさ例えば東京を得てる人って基本的にね例えば20条とかなんかされて対抗関係にあるようなときに東京を得てる人って勝つじゃないですかでも東京を得てるにもかかわらず負けちゃうときってありますよねそれどういうときそう配信的悪意者ね要は心理則上そういう人ってさ投機持ってても保護に値しないから投機持ってるにもかかわらず負けちゃうときがありますよねそれって何なんだろうね価値判断としては。 どういうなんか価値判断、なんかいや、もう別に本に何も書いてないよ、そんなこと、なんだ、なんでそういう結論なんだと思う。要はそういう人ってさ、審議則上保護に値しないからなんでしょう。ここもそうなの、あのね。 動産売買あ別に配信的役者って話するわけじゃないんですけども要はやっぱり、同産売買先出る特権ってさ一応、担保物件なんですよ、そこで一般債権者と全く同じにされちゃ困りますよね、そこのところでね、担保物件の意味がないから、なのでそこの価値判断、要はどれぐらいの利害関係に入ったら保護されるべきなのかって話なの、だから、同産売買先出る特権に関しては、抵等権と違って差し押さえを要求した趣旨にね、第三者保護が含まれるんですけど、ここの第三者。 それなりの利益をもった第三者じゃなきゃ、ここの第三者には入れませんよって考えなんですよ。大した利益も持ってない第三者を、担保物件である動産売買先取り特権に優先させちゃいけないんですよ。ここも価値判断。ね、ここひねってるでしょ。で、その時にね、あの、ここで大きく結論があるんですけど、さっきは抵当権対一般債、あの債権の差し押さえと、さ、一般債権のね、差し押さえ債権者と、え、抵当対、えー その債権上等の譲り受け人とでは全部低当権者勝ってたじゃないですかここではねあのちょっとぐはぐな結論になります要は、同、えー、産売買先取り特権の場合はとにかく第三者保護の趣旨含んでるんですけれども単なる一般債権者は同、まあ、産売買先取り特権という担保権を持っている人との関係ではちょっと保護に値しないという価値判断が働くんですよそれに対して債権上等の譲り受け人でしかも対抗要保険までグビしてると <laughs> いうことになるとそれなりのことをやってますよね譲り受け人ね相当ちょっと保護してあげたくなんない ってことなんだよね。だから判例はそこのところであの結論を出してます。じゃあちょっと見ていきましょう。えー、まずね17ページのところですね。動産売買先取り特権による物上代と一般債権者の殺傷債というところです。で考え方のところですね。 えー、動産売買先取特権の物上代による差し押さえと一般債権者の、ね、差し押さえとの優劣につきまして判例は一般債権者の差し押さえの後であっても動産売買先取特権の物上代権の行使として差し押さえをすることができるというふうにしておりますまず簡単に言うとでこの後、ねえーまあとね理由が全く書いてないんで理由いきますけどもこの判例は一般債権者の差し押さえを物上代に劣後させている点で抵当権による物、ね、上代と一般債権者の差し押さえの優劣についてね、えー、さっき見た10年判例と似てます ただ最もっとも、動産売買先取得特権は定当権と異なり、登記で工事されていないことから、ですね、まあ、同じ結論、要は一般債権者は結局保護されていないという点ではさっきの定当権のことを同じなんですけど、理由がちょっと違うんですよね。ですなわち、えー、動産売買先取得得特権の物上代に差し押さえが要求された趣旨はここは定当権と一緒ね、二重弁済の危険から第三債務者を保護、ね、ここは一緒。だけどそれに加わって 公示されてないからねやっぱ第三者保護も入れていかなけゃばいけないんですが、この第三者は最初から限定してるから、判例は単なる一般債権者は、ね、この第三者に入れてないんですよ、債権の譲り受け人や添付命令を受けた者などの第三債務者の保護も含むというふうに返されています、だからこの第三者ある程度、ね、それなりの利害関係に入った第三者じゃなければ最初から保護しない趣旨なんだよ、だからとにかく第三者保護の趣旨は含まれてます。 同、ね、産売買先取り特権の物上代に、ね、差し押さえが要求された趣旨に第三者保護が含まれていますただそれなりの第三者じゃなきゃいけないというちょっと限定がかかっているんですよでそこであとは価値判断なんですけど、まあ、単なる一般債権者が、ね、差し押さえしたに過ぎないようなそんな程度の利害関係であれば同、まあ、産売買先取り特権という担保権を持っている人との関係では、ね、ここで保護される第三者に当たらないんだという発想ね。 ひし形にしてるからねここのところ仏壺大絡みのところはあの復習する時こう難しいと思ったらもう元の男戻って黒丸とか白丸のとこよくやっといて最後にあのこういうとこ勉強するんだねあのね分かんないところでつまずいて先進まないっていうのが一番最悪だからあの司法試験でも予備試験でも科目が多いからあのどん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 先進んでいかなきゃいけないんでね難しいと思ったらね黒丸と白丸のところやってとりあえず飛ばしてねでどん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 法律の勉強進んでいくじゃないですかだんだん利益考慮っていうのね発想が身につくんですよこれも全部利益考慮ころうね 成した結果なんんんんだだだけどそういういいい感覚がだんだん身についていくんですよ全部の科目勉強してるうちにね黒丸白丸レベルのところちゃんとやってると身につきますからその時にまた戻ってくれればスッと理解できるようになる時もありますから分かんないところはとりあえずほっとくっていうのがあのやっぱりいいと思うあの受験でねあの一番いいねあの早道はね。 一一応ちょっともうう回ね説明ししていきましょう、まあ、第三者債務者を保護するだけじゃなくて第三者保護も含むんですけど、まあ一応、第三者もちょっと限定しまして、ね、一応相手は担保物件ですからね、ね <laughs> 同産売買先取り特権とはいえ抵当、えー、権ほどの効力がないかもしれないけどね投機で工事できないから抵当権ほどの効力がないかもしれませんけど一応、担保物件でね優先弁済的効力があるわけなんですから一般債権者との関係では同産売買先取り特権者の方を勝たせてあげましょうという発想なんですよ。だから差し押さえ要求した趣旨に第三者保護含まれるんですけどここでいう第三者から、ね、要は保護される第三者から一般債権者は除いちゃうの。 という感じ。どこまでの利害関係に入って初めてね。ここの第三者として保護されるのかというとまあ、債権譲渡を受けて対抗要件具備したような。第三者まあ、そこまでしたら保護してやろうよという感じになります。あとはあの添付命令って言ってね。あの債権差し押さえた後に、さらにあの裁判所に申し立てをすると添付命令っていうのを受けられるんですよ。で、その添付命令というのはね。あの弁済。 されたものとみなす添付命令の効力が生ずるとね、要は弁済法が生ずるんでそこで債権が消えますですから仮に一般債権者が差し押さえをしてさらに添付命令の申し立てをね面倒くさいけど裁判所にまあ申し立てをして、まあ、添付命令の効力が発生するとさすがにその後の、えー、動産売買先取り特権で物上代で差し押さえしようとしてもほらもう弁済で債権なくなっちゃってるから空振りになっちゃうのねだから添付命令を受けた人の方が保護されちゃうんですよね。 これ担当で出てんだね H1819 って書いてあるんだろこれ担当の,あのね司法試験の18年の19問目で出てますよということだからねちょっと見ていきましょう、補足、物条大と添付命令の優劣。 抵当権の仏助代でもね、ね動産売買先取り特権の仏助代でも、一般債権者が目的債権を差し押さえて、さらにね添付命令まで、ちょっと面倒くさいけど申し立てをして、添付命令まで受けてしまったら、ですね添付命令の効力生ずるの,あのさっきの差し押さえ命令の効力が生ずるときと同じで、第三債務者に送殺されたときなんですけど、まあ、とにかくね添付命令がこう、ね、効力生じた場合には、まあ ほらもう債権消えちゃうからその後、物上代で差し押さえるものなくなっちゃうから空振りになっちゃうからねからこの時は勝つんです一般債権者であってもねこの添付命令まですればねでも単なる差し押さえをしたに過ぎないような債権者は保護されませんというふうに考えていきますね。 というわけでまさに利益考慮なんだよね、ここの物上代のところってね、ね必ずほら、今、利害関係を持ってる人が2人出てきたじゃない、対立関係にある人がね、低等権者対一般債権者、あるいは低等権者対債権の譲りけに、あるいは同産売買先取り特権対一般債権者、あるいは同産売買先取り特権対債権の譲りけにみたいな形で、まあ、とにかく利害が対立する人が2人出てきましたけど、そこをうまーく調整してんだよね、このところね。 法律というのはとにかく利益考慮の科目になっていますでその利益考慮をどうするかということを、ね、論文に、まあ、あ書けば合格できるんだけどその利益考慮をするツールが科目によって違ったりとか例えばあの憲法だったら違憲審査基準というものを用いて、ね、この利益考慮をするし、まあ、民法だったらその各項目いろいろ独特な、ね、その規範がありますけど、まあ、それを使って、ねえー、こう利益考慮して結論を出すような形になってきますけど、まあ、そういう意味で法律で全部一緒なんですよね、まあ、だからその法律家になった時に初めて見る法律でもきちんと仕事ができるんですよ。 一応、六法さえ引けばあの、そういう法的なその利益考慮の,あの力というのは持ってるからね、その場で初めて見るような法律を引いてもこう処理できるようになります、で司法試験もある意味、そういうことなんだと思うんですよね、まあ今年の28年の問題なんか見てても、なんか今まで事前に準備したことだけ、そのまま吐き出せば解けるような問題じゃないような設問もいくつかありましたけど、それってまさに日頃のこの基本でね、学んだ利益考慮がちゃんとできるかどうか、まあ、法的三段論法ができるかどうかというところが試されてるんだと思うんですよね。というわけで、基本しっかりやるといいんじゃないかと思いますね。 さてでねちょっとねい,いくつか飛ばして譲渡担保いきましょうか26ページ、譲渡担保これも結構大事なんです譲渡、えー、担保のところ。 でね、26ページ第6章、譲渡担保というところですけれども、まだね、論文試験ではそんなにまともに出たことが、ね、ないので、まあ、今後、取材が予想されるところですね、縦1、譲渡担保の意義ですけれども、えー、要はね、大,きく大まかに言うと、再建担保のためにね、担保目的物である、動、ま、産、あ、でも不動産でもね、あの譲渡担保の対象って、譲渡できるものであれば、もう何でもいいんですよ、無体財産権でも何でもいいんですけども、まあ、とにかくね、この再建担保のためにですね、その目的物、あるいは目的となる権利の所有権を1 一回債権者の方に移転させるという形式を取っておいてただね。目的物自体はまだ債務者にとどめとこに留めていくんですねえ、その設定者のところに留めておいて、自由にそれを使うことを許す許すんですよ。ただ、非担保債権が弁済されないとね。それが結局生産されてしまってね。目的物の所有権を取られて完全に本当に取られてしまうとまあ、そういうようなものが譲渡担保になっております。 まあなんかね、帝都権にもちょっとこう似てるような感じのところもありますけどね、でこれに関しまして、ですね次のこっちのところですけれども、法定されてない薬条担保としてね、ね、まあ、判例法理監修法によってね、ね譲渡担保というものが認められているということになっています。 譲渡、えー、担保も物件ですので、えー、当然それを第三者に対抗するにはね、ねあの27ページのところね、ね譲渡担保も当然ね、あの物件ですから、第三者に対抗するには、まあ、対抗要件が必要になってきます、ですので、普通のねあの所有権等と一緒で、えー、不動産だったら登記、えー、動産だったらね178条のまあ引き渡しが要求されるということになってくるということね、で、えー、次、縦2のところ、譲渡担保の法的構成というところですね。えー あのね、所有点要はまあちょっと難しい話すると、ね、所有権的構成とか担保的構成とかっていうあの言い方するんですよ、学説ではね。ねでまあ、その説はどうでもいいから、あの名前はどうでもいいから、中身をちゃんと理解しておいてほしいの、それが事例の処理にどうやって生かされるのかっていうところを、ね、あの分かっておいてもらえればね論文試験なんとかなりますので,で矢印のところなんだけど、判例はね基本的には所有権的構成と言われているもので、まあ、場合によってあの担保的構成取ってるときもあると言われてますけどまあいずれにしろそんな固まってないんですよね。ななんでででここのところはあままり気にしないいくださいで、ま、ずね論文対策と としてはこの所有権的構成のところがすごく、ね、論理があのすっきりしていて分かりやすいから、まずこれしっかり、ね、押さえておくといいと思いますね、この所有権的構成。で、かっこ1、所有権的構成、あ意義のところですけども、譲、え、渡、ー、担保は所有権を移転させる形式をとってされるため、まあ、その形式を、ね、重視して、譲、え、渡、ー、担保権の設定により低、低 担担保保目的物の所有権が上担保者に移転するんだと専用は、ね、あの債務者のところに、ね、その要は設定者のところに戻残しておけるんですけど所有権を移転させちゃうんですよ、ここが定当権との大きな違いだね、こういうさ法律的なところ何も見ないと定当権とも全く変わらないんですよ、よ外形上はもうあの、担保権設定した後も目的物まだ設定者のところに残ってて自由に使えるわけなんだから外形上見ると定当権と全然変わらないんですけど、法律的な意味で、法律的な目で見ていくとあの所有権が移転してるんですよ。だからここは定等権と全然大き まあ、所有権がね譲渡担保権者に移転し譲渡担保権者はね設定者に対して目的物を担保目的以外にね利用処分してはいけないというよ権的な義務をね王に過ぎないという形になってきます、まあ、とにかく所有権的に物件的に見たらねあのとにかく所有権が移転するんだっていうところをしっかりと押さえておくようにしておいてください、まあ、ちなみにこれ約束違反でねあの担保目的物勝手に処分しちゃったらあの債務不履行に基づく損害賠償請求とねとにかく債務不履行の、まあ、問題としてそのお処理されていくことになってきますね というわけでまずは譲渡、えー、担保権の法的性質はもうその所有権移転の形式というところを重視して、えー、所有権が移転すると譲渡担保権を設定した人から譲渡担保権の設定を受けた譲渡担保権者の方に所有権が移転するんだっていうところを抑えておいてください。そうするとさ例えば二重に譲渡担保権が設定された場合とか、えー、ね勝手にその目的物を譲渡担保権者が第三者に処分したときにどうなるのかというと普通にあの不動産に所有権、うん、がくっついているときにさあの。 普通にその何うのかな不動産の所有権に関してこう二重譲渡があったときと同じような感じで考えられるから結構簡単なんですよちょっと具体的に見ていきましょう、えー、27ページの一番下の「E のところを見てください所有権的構成と譲渡担保権者による目的物の処分の効力 あのここ言葉をちゃんと正確に理解して,てくださいね、譲渡担保権の設定者というのは、もともとその目的物を所有していてね、ね、えー、その要は債務者ですよね、物、えー、上保証もまあできるけど、とりあえずそこはややこしいから話を置いておいて、えー、とにかくこのね、えー、債務者自身が自分の目的物に譲渡担保権を設定した場合は、その設定者という言葉そこで使います、でその譲渡担保権の設定を受けた人のことを譲渡担保権者と言いますので、ここのところ、よく誤認混同しないようにねしといてください、意のところが、所有権的構成と、譲渡担保権者ね、譲渡担保権の設定を受けた、い要は債権者。 が勝手に第三者に目的物処分しちゃったときにじゃあどういうふうになるのかって話ですで、そうすると譲渡、えー、担保権者が 被担保債権の弁済期前に、ね、目的物を第三者に譲渡した場合所有権的構成からさ対外的には所有権って譲渡担保権者の方に移ってるわけだからその権利者である、ね、要は物件的にちゃんと所有権持ってる譲渡担保権者から権利を譲り受けた第三者普通に所,有者からあの単に所有権譲り受けたことになるわけだから物件的にちゃんと権利取得することになっていくんですよこれがあの所有権的構成からの事例の処理になってきますから、まあ、2行目のところですけどね所有権権的的構成からはは対外的には譲渡担保権者が目的 物の所有者者となるため、ね、第三は目的物の所有権を有効に承、ま、継、あ、取得できるようになってきますで。別に悪意だからって保護されないということはありませんからねここのところ、普通にあの順次全種公衆の関係で順次売買されているだけにすぎませんからね悪意だからって言っても別にそこのところは影響ありません。 別にだからほら無権利者からの譲り受け人じゃないんですよ無権利者からの譲り受け人だったら場合によっては94条2項類推適用で第三者が保護されることになりますからまあ、少なくとも悪意だったら絶対保護されないでしょ <laughs> あのだけどこの所有権的構成からすると普通に第三者は権利者からあの普通に状況譲渡したことになってくるからね別に悪意であっても普通に証券取得できることになってきますで今度28ページの方行きまして、えー、今度ね 譲渡担保権者による目的物の、ね、第三者への譲渡が、えー、非担保債権の弁済がされた後であった場合、これちょっとケースがあのさっきと違います、さっき弁済前の話なんですよ。弁済後は、ね、譲渡担保ってどうなっちゃうのかというとあの、あくまでも譲渡担保っていうのはさ債権担保のものに過ぎませんので、えー、非担保債権が弁済されたら、目的物の所有権って当然あの元のところに戻っていくるわけなんですよね。そううすするるととほららどうなります弁されると一度設定者者から譲渡担保権権の方に動いた所有権が 戻るんですよ所有権が、復帰的に物件変動するんですよ、ね譲渡担保権者の方から設定者の方に移ってことになってきます。で、そういうような状況の中で、譲渡担保権者が第三者に売ったときって、まさにさ譲渡担保権者を起点とする、普通にほら、所有権の二重譲渡があったのと同じ感じになってくるじゃないですか。ですから、えー、ね、えー 所有権的構成を取ると普通にあの二重譲渡があった時と同じような形で処理できるからすごく分かりやすいのだからじゃあそのね優劣どうなるかっていったら登記の前後で決まってくるわけね、まあ、とにかく譲渡担保権者を起点として債権、まあの弁済がされるとね、えー 復帰的な物件変動ががされままますすその設定者のおりまず所有権が移りますと同時に、譲渡担保権者が勝手に、ね、弁済後に処分しちゃってるわけです、第三者に、そっちにも物件変動が生じます。というわけで、譲渡担保権者を起点としてね、えー、まさに二重譲渡があったのと同じような感じになりますから、えー、その譲り受け人相互の、ねえー、関係が177条の対抗関係、えー、であればあの不動産であれば177条、えー、動産であれば178条の引き渡しの前後で決まるのと同じように、譲渡担保権の設定者と、えー、第三者との関係は、登記または引き渡しの前後で ユーレが決まることになっていくるんですね。ここまでは割りかし基本ですね。で、そこからね、まあちょっと理解できればでいいんですけれども、えー、この下のところ、この上のところも最初のところ、この白丸ついてとちょっと基本だからこうやっとこう上、えー、のところね、えー。今度はね、所有権的構成と。 今度ほら、設定者による目的物の処分。さっきはさ、上都担保権者が目的物を処分した場合だったんですけど、今度上渡担保権を設定したね、要は債務者が設定したんだから、まあ、債務者ですけど、債務者が勝手に第三者に、えー、そのね、上都担保権の目的物処分しちゃった時に、まあどうなるのかって話です。で、まあ下にこ、こっちはちょっと図つけといたんだけどね、まあ要はほら、設定者を起点に所有権的構成を取ったらさ、まず上渡担保権設定した時点で、所有権が上渡担保権者の方に行きますよね。で、えー、今度第三者の方に設定者が処分しちゃった時は、また所有権も行くわけなんですよ。 というわけで点のところですけどね、ね上渡担保権の設定者が目的物を第三者に譲渡した場合、所有権的構成からはね設定者を起点とする上渡担保権者と第三者への二重譲渡の関係になっていくので、まあ、要は投機の戦後ね、ね上渡担保権者と第三者、投機を先にグビした方が勝つという形になってきます、まあ、あの動産だったら引き渡しね、ね先に受けた方が勝ちになるという話ですね。 まあ大体じゃああれかな今日はこれで90分あの実際、これは私のね今日のえと重要事項完成講座の知識編で今、配信しているやつのテキストのサンプルなんですけどもあのまあ実際の授業、日はまは皆さんが目の前にいるんでかなりこう丁寧に時間かけてやってますけど実際の,あの収録講義の方はねもっと早いです、要領よくねパパ、パパ,ッパまあやってますのでまあそんな感じになってますのでまああのよくね復習を特に黒丸と白丸のところを中心にねやっておいてもらえればと思いますね。あとはこの時期はとにかくね来年の試験を受けることを考えている人は本当に基本をしっかりやっていくということですよね。 今年の28年の司法試験のまあ問題なんか見てると本当に事前にそのまま覚えたことを吐き出せば解けるような問題出てませんでしたから今日、ね、ここでものすごくこう丁寧にこう授業をして、ね、基本っていうのはだいぶ分かってもらえたと思うんですよ。なので、そこのところを深く理解してで初めて見る問題でも、ねえー、うまくこの自分のお培った力を、ねえーまあ、うまく応用できるような形で、まあ、やっていくというのが、まあ、おそらく司法試験の一番いい、えー、合格の仕方だと思いますので、まあ、ぜひ、ねあの、しっかりと基本のところをこの夏のところに固めてもらえばと思いますね。ね特にやるこここことと決まってなない人,人はの、ま、の、あの授業事項完成講座試験ろで、まあ、こんな感じ 感じで全科目やっといてもらえれば、試験に必要なあの知識は全部身につけますので、まあ、そういう感じでやってもらえればと思います。じゃあどうも、えー、今日はお疲れ様でした。また、あの次回、えー、無料公開講座、あの毎月1回ずつ、最低でも1回ずつやっていきますので、あのパンフレットの裏のところにね。私のやつやありますので、まあ、そこのところで確認してまた来てもらえればと思います。じゃ、あどうも今日はお疲れ様でした。